4月23日、時刻の方は23時15分を回りました。皆さん、改めましてこんばんは。竹下ジェットシティでございます。今日もよろしくお願いいたしますわ。さあ、そして、前説の女子2人の会話を聞きながら一生懸命準備をしたら、俺ってなんでこんなことやってんだろうとちょっとげんなりしちゃった、MC のマトジェットシティでございます。よろしくお願いしますわ。さあ、そして僕をげんなりさせたその1の方、どうぞ。今日耳つぼダイエット1日目、食欲が増してどうしようと思ってるこれでーす。耳つぼダイエット、そうそうそう、耳つぼダイエットなんですか。今耳に貼ってるんですよ、3個。3個、なんかちっちゃなね、こう磁気っていうのを貼ってて、はい、ああ、それだと食欲がちょっと抑えられるらしいんですけど。ピッ、液板みたいなやつですか。そう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 、それのちっちゃいミクロ板みたいな。あ、なるほどね。そうそうそう、おいおい、ちょっとお伺いします。はい。さあ、それではもう一方、僕の心をポキッと折ってくれた方、この方です。どうぞ。はい、今日もアイス一箱完食しました、ラビーでーす。一箱って何？アイス一箱ってない。箱で売ってるやつあるじゃん。あ、何本か入ってるやつっていうこと。え？アイスっていうか、アイス、キャンディー。そう。棒のついてる。一箱ってこと？一箱。一箱一箱。6本？何それ？6本、6本、今日は6本。何それ？晩飯？いや、夕ご飯の後のデザートです。デザート、ボリュームあるんじゃないかしら。そうでございます。へえ、案外食べ出したら止まらないのかしら。止まんない、最近アイスがやばいんだ。あ、最近っていうか前からずっとアイス。そうでした、そうでした。俺今でも覚えてるけど、ラビーと初めて FM で番組やるようになってから、うん、あの時のことよく覚えてるんですけど、あの時あなたピノにハマってましたよね。ハマってたね。ピノ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 言ってた。昔からあるアイスクリームでしょ。そう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 。うん、小春さんも知ってるでしょ。美味しい。私もピノ好きだよ。うん。小春さんの時のピノとラビーのピノは形が違うかもしれない。マジで？話した時まで三角だった。あ、違うわ。違うことが分かる。バレないの？びっくり。本当に違う。ピノなんてあるかよ。小春さん、俺の時代もピノじゃなかったよ。いいの？ピノで、三角で。あ、うん、いいよ。あ、ね、やっぱりこう時代を感じますね。さあ、というわけで間もなくですけども、ゴールデンウィークに突入する方も多いと思いますけど、はい、今回は多い方だと11連休ぐらいとかになるらしいですよね。え、知ってました？なんか11連休ぐらいになるらしいですよ。え、パトさんは？俺は小読み通りですよね。ラビチンは？私6連休です。6連休？それでも6って結構もらうじゃん。うちね、普段の休みがね、超少ないので長期休暇だけちゃんとくれるんですよ。あ、それはいいことかもしれないですね。うん、あ、まあ、まあ、でも帰りたくなくなるけどね。そうなんです。まあまあまあ、でもそうなんです。あ、2回目の長い休み、ゴールデンウィークですね、多分ね、社会人だから。はい、はい、はい、去年のゴールデンウィークが何をやって、今年のゴールデンウィークが何をするのかまた後ほどお伺いします。はい、今日もたっぷり楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけで今日の竹下ジェットシティですけども、前回前々回とご紹介してまいりました、この SLTV の番組すべて、今様変わりというか配信方法を変えております。SLTV 今年の4月で1年になったんですけども、1年間、スティッカムの方で放送してきましたけども、この4月からスティッカムではなくてユーストリームをメイン配信のプラットフォームとして使いますので、4月の23日ぐらいまで、いや26日、だから来週の頭ぐらいまでは、スティックアムと並行配信をしますが、はい、もうじき違う形になりますね。スティックアムの方はさようならってなっちゃうね。さらっとさらっとさらっとさようなら。
今までありがとうみたいなね、そんな感じになってきますけど、はい、さ あそんな形で今日もスティッカム、そしてユーストリーム、そしてライブドアネットラジオの方に並行配信でお送りしている、はい、竹下ジェットシティでございます。お願いいたします。今日もたっぷり楽しんでいってください。いや、さあ、というわけで早速行きましょう。それではこの番組の提供でございます。この番組の提供は SL トレーディング、アズール、スイートホーリック、スイーテスグッバイ、ジャバラ S8、 グランブルー、シナミュージアム、グラスプ、プロジェクトオロチ、月のマグマヘアスタイル、花子ランド、キャンディーネイルの提供でお送りいたします。今日もカチンコチンでよろしくね。さあ、というわけで今日もスタートしていきたいと思います。よろしく。というわけで竹下ジェットシティスタートでございます。小春さん、はい、先ほどなんか言ってました、耳つぼなんちゃらかんちゃら。そう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 、なんですか。あの、今日街を通りかかってたら、はあ、あの、1050円で耳つぼダイエットあなたも痩せるっていう広告で、1052円で耳つぼダイエットあなたも痩せる。そう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 。あ、ラビ、はい、金額言ってやんなさい。30万。30万の永久脱毛ですからね。こっちはこっちは30万の永久脱毛。小原さんは1050円。1050円ってっていうか、その消費税分入れなくていいから。1000円。あ、どうなんすか、耳つぼ。あ、ちょっとなんか食欲が増したような気がする。え、それどういう効果があるはずだったの。健康になったってこと。健康の食欲を抑えるっていうツボらしいんですよ。耳にあるんですって、うん、知ってます皆さん。うん、でも、そのツボって昔友達から聞いたんですけど、うん、ちょっと隣は食欲増進らしいんですよ。間違えてる。間違えちゃったのかな。間違えてるかもしれませんね。大丈夫でもいい方だったんで、で、あの、来週も行って、うん、やっぱり耳ツボってそのピッポエレキ板みたいなちっちゃいやつ貼ってるんですけど、うん、それが剥げちゃうと、うん、あの、ダメなんですけど、それをだ、あの、毎週毎週行って貼ってもらうんですよ。ほー、したらいいらしい。毎週毎週行って貼ってもらうの。そう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 。なんか、まあ、耳つぼダイエットの関係者の方には本当に申し訳ないですけども、はいはい、まあ、ダイエットなめんなって感じですか。いやいやいや、そこだから、これはもう針の世界。もうだ、じゃあ、小原さんバッチリいくんですか。いや、もう私が、あの、一応7月までキャンペーンなんて、まあ、ある意味もうモニターみたいなもんですよね。そうそう、私が頑張って本当に SL に、あ、もう耳つぼダイエットで痩せた小春さんって人がいるよっていうぐらいで、なるほどね、耳つぼダイエットといえば小春って言われるぐらい。そう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 。あーはーはー。でも CM じゃんじゃんみたいなね。だって、そう、ほんと、あの、なんかほら、ニキビのこう、なくなるなんかこう、あるじゃないですか、あれで。あー、はい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 、真鍋かおりさんがね、はいはいはい、やってるね。あれといえばあれみたいな感じでね。耳つぼダイエットといえば小春みたいなね、うん、そういうのをやってるわけですね。ほんと、なるほど。さあ、そしてですね、今ですね、今日の放送、これツイッターの方も並行で流れていくんですけども、ツイッターの方にですね、大変な間違いをしている方がいるので、一応問題があったらコマンドで訂正しておきますけども、はい、ピノって時代によって形が違うんだ、三角って言ってますけども、はい、それは小春さんの地域だけの、類似品です。おそらくピノは形変わってないんだろうなと。本当、誰が書いてんのそれ、かわいい。ツイッターの方にですね、レオンさんという方が、あ、お気をつけください、小春さん、嘘つきですので。え、小春さん、嘘つきですから、お気をつけください。話 2% で聞いていただければいいと思います。はい、はい、本当に、でも嬉しいね、なんかそうやって信じてもらえるって。まあ、そうですね。本当にありがとうございます。さあ、というわけでですね、連休も間近で、季節の変わり目で春が来たと思ったら、うん、寒くないですか。寒い、寒い。俺ね、ぶっちゃけ言うけど、今日、うん、昼休み、外にこう、お弁当を買いに行ったんですよ、うん、そしたら、なんとですね、雪が舞い落ちてきました。えぇ、ー、なんやねんこれと。
5月ですか。意味わかんないね。なんか異常気象なのか何なのか、今年は特に寒いですよね。桜もまだもう全然ですもん。ああそうなんだ。桜はもう終わりましたけど、でも寒い。ああうちはあれですよ、僕の住んでる地域は開花予想で5月10日とかって言ってました。まだまだだね。ゴールデンウィークが終わってからですよね。そんな、ちょっとわけのわからない季節になってますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、今日なんですけども、はい、今日23日じゃないですか。うん、はい。で、まあ、今年新入社員になった方は、本日、ひょっとしたら、初任給をもらってるかもしれません。おぉ、なるほど。初任給ですよ。そっか、懐かしいな。懐かしい。ラリーは、超安くなかったな。初任給。超安くなかった。やばいやばい。しんびりしたけどね。ラリーは初任給は、何を買ったとか覚えてる？ちゃんと両親とおばあちゃんとお兄ちゃんに全員分プレゼント買いました。全員分プレゼントしたらもう、なくなるじゃん。何にも金なく、そう、なくなるのを覚悟で買いました。あー、いや、今さすがー、いないよ、なかなか。コールさんは覚えてない。うん、まあ、結構前だからね。まあ、そんな前じゃないんだけど、やっぱ覚えてない。ああ、まあ、日本の歴史とかに比べたら結構短いですね。普通に使ったんじゃないかな、多分。俺、給料はなんか、なんか買わないで、ボーナスってなんか買ってあげたような気がする。あうん、そんなことを思い出しましたけども、これを聞いてる新入社員の方、はい、何十年も経つとこういう話をしたくなりますから、初任給では何か買ってあげた方がいいですよ。何か買ってあげてください。さあ、というわけで、親孝行ばかりしている3人がお送りする、これ言ってみたかった。親孝行ばかりする3人がお送りする竹下ジェットシティ。さあ、それではまず最初のコーナー、こちらのコーナーでございます。それでは行きましょう。こちらのコーナー、ドン。ザ・竹下投稿団のテーマを言うコーナー。わあ、えらい半端だ。え？半端だ、そのコーナータイトル。まあそうですけどね、竹下ジェットシティというコーナーが番組中盤にありますので、そのコーナーの、投稿テーマを今のうちに発表しておこうということですね。はい。そうというわけで、本日の投稿テーマなんですけども、まあベタですが、間もなくやってくるこちらをテーマにいたしました。それでは行きましょう。本日の竹下投稿団のテーマ、皆さんから投稿いただくテーマ、こちら、ドン。あ、金色だ。ゴールデンウィーク。ベタですね。ベタですけど、もうひねってもいないし、うん、まあ、あ、竹下ジェットシティというコーナーって言った。あ、すみません、うちのスタッフはですね、はい、竹下ジェットシティ、竹下投稿団でしょ、はい、っていうふうに言われました。でしょ。はい、そんな感じです。もっと視聴者の方みたいに生ぬるい感じの温かい目で見ていただけると非常に助かるんです。手厳しいですね。というわけで、ゴールデンウィークが間もなくやってきますんで、はいはい、ゴールデンウィーク、今年どんなとこに行くとか、なんか予定があれば、その予定も教えてほしいですし、今まで過去のゴールデンウィークの思い出とか、そういうものを語っていただけると、非常に嬉しいかな。投稿の方に書いていただけると、非常に嬉しいかなと。そんなことを思うわけですけども、小春さんはゴールデンウィーク何かありますか？ない。は？ない、ない、ない。あるでしょ、なんか。これよく考えたらね、うん、去年もゴールデンウィークだったよね、テーマ。いや、だからベタですかって言った通り、この時期になると大体ゴールデンウィークっていうテーマになりがちなんですよ。だから去年過去を話したから今年未来を話したら、覚えてないから去年のあなたの言ったことなんて。大丈夫大丈夫。あ、同じこと言っても大丈夫よ。あ、ほんと？そうそうそう。いや、ゴールデンウィークはちょい前までは、はい、旅行に行ってましたよ、ずっと。そういう思い出をいた。いろんな旅行に行きました。実はそれ去年話したもん。だからでもね、でもなんか今年どっか行こうかなと今思ってる。ああ、ちょっとね、まあ一人旅だとどこがいいですかね。どの辺、どの辺がいいですかね。熊本とか。は？熊本とか。渋い。渋いなぁ。渋いで、お隣でそれも。ああ、でも充電するからね、車では行かない方がいいね。歩いていくんですか。
いや、列車の旅とかどうですか？いや、いいと思いますよ。列車の旅いいと思いますよ。ねえ、列車の旅してみようかな。知らない街にね。なんでそんなフルート歌いながら列車の小春さんのイメージに今合わせてたんですよ、僕。いやいやいや、私、汽車、汽車、出港、出港ってイメージだ。あ、まあどっちでもかなり古いと思います。汽車の旅って、僕、昔…あります？出て高校生の時かなんかだと思うんですけど、青春18切符っていう切符で、あの、鈍行列車に乗って行ったことありますよ。うん。それってポポーっていうやつですよね。は？ポポーっていう汽車ですよ。ポポーって汽車？あの、上から煙を吐いてるやつでしょ。いや、小春さん知らないかもしれないけど、今、上から煙出ないのよ。あ、吸ってないの？出ないよ。小春さんのやつはあれでしょ。吸ってるわ。ファーファーとか言って、なんかこう、もくもく煙が出るでしょ。蒸気で動いてるでしょ。出ます、そのぐらい。今のは、うん、あれですよ。あの、電気で走ってるんですよ。うん、まあ、まあ、言ってるほどパンチがないコメントで。今のはワンマン、ワンマンですよね。青春18切符って使ったことある方いらっしゃいますか？ないないない、ある。あれ一日乗れる、乗り放題ですね。レビも捨てるんだ。やっぱすごい伝統なんだね。昔からありますよ。ラビ乗ったことある？ある。どこ行ったの？京都。京都に青春18切符行ったんだ。あ、ある。忘年会で。そう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 。そうだ、懐かしいですね。交通費をね、ちょっとね。そうそうそう。青春18切符って18歳まで使えるわけじゃないんだもんね、あれね。そうそう、何歳でも。ね、だよね。全然知らなかった。何歳でもじゃないけどでしょ。上もあるでしょ。何歳でも使える。使えるの？さすがだね。あ、去年も使ったって言ってる。去年も。ジュゴンさんが。あ、そうなんだ。調べてみようじゃ。これでもあれですね。使ってみるべきですね。あ、ちなみに、そう。5枚綴りで売ってるじゃないですか。綴りっていうか5枚で。はいはい、あれ余ったやつ金券ショップで売れるんですよ。まあまあまあ、なんて、まあ豆知識として。豆知識。豆知識として。はい、豆知識。はい、もし余って、あ、もったいないって時には売りに行ってね。売りに行ってねと。ご飯ぐらい食べれるかもしれない。まあそうですよね。ご飯ぐらい食べれる。駅弁ぐらい買えるかもしれない。駅弁ぐらい。まあ、ラビンちゃんはもうごちそうですからね。寂しい、もう。ていうか私思ったんだけど、ラビちゃんさ、アイスクリーム代浮かせなさいよ。そうなんです。大変じゃん。何アイスクリーム代？月にね、5000円ぐらいで使ってるアイスに。ほら、それがそれはね、高いわね。月に5000円アイス買ってんの？アイス、そう。サパエローだよ。そう、今ね、家計簿をつけてるんですけど、ずっと。はあ、アイスがやばい。アイスが最もアイスやばい。ペンギルケースを圧迫するわけですね。そうなんです。あ、これはでも、まあでもね、でも休みほら帰省するじゃないですか、あなた。うんうんうん。今回の休みは帰省ですよね。帰省して、うん、あとは、うん、2泊3日で、お、大学の友達とディズニーランドとシーに行きます。私もディズニー行こうかな。ラビに会おうかな。大学の友達と一緒に行くって今言ったじゃん。いいじゃん、ちょっと挨拶するぐらい。何？引率？引率の何？保護者関係みたいな。いや、安全な遊び方とか教えて。大丈夫だよ、大学生だから。大学生じゃない。ああ、大学生じゃないけど、大学、もう社会人1年生だから大丈夫だよ。2年生です。2年生です。いろいろ間違ってますけど。そうそうね。まあ、元さんにとってラビは成長しないけどだね。いやいや、成長してますよ、ラビは。でもね、ゴールデンウィークって今年結構外に出ていく人が多いみたいで。そうなんだ。旅行に行く方、ただほら、この間の噴火があるじゃないですか。噴火。うん、あの関係で飛行機とかその空路がコタコタになってますから。そうなんだ。その影響はすごい受けてますね。うん、そうそうそう、ほんとすごいですよ。だから、まあ、予定変更される方もいらっしゃるかもしれませんけど、今年のなんかゴールデンウィークはわりかしみんな出かける風な感じになってるみたいですよ。じゃあ過去の話は後で聞くとして、元さんの今年のゴールデンウィークはどうされるんですか？今年のゴールデンウィークは僕は、はい、頭2日ぐらい休んだら、真ん中3日間ぐらい、またお仕事が入ってます。なんで仕事するの？ええ、副業の方のお仕事をしにちょっと行ってきます。
あ、そうなんだ。はい。いやー、偉いでしょ。普段できないからね、なかなか。ね、さんの副業って言ったら紹介業なんですけど。何の紹介業ですか。いろんな人を紹介するんです。何そういう怪しげな感じに持ってるんですか。私が喋ったら信じてくださる方もいらっしゃると思ったら、ちょっと一曲言っとこうかな。そうですね。そうそう、多分もうスタジオにこもりっきりになると思います。はい、はい、あ、そうなんですか。はい、え、じゃあ遊べないと。何日間かは遊べないですね。全日じゃないですけど、はいはい、はい、まあそんなぐらいで、特に、まあでも何かかんか、何かかんかしようと思ってますけど、やっぱりラビが一番あれだね、一番最強的で一番いい感じ、ね、うん、そうだね、今年はいい感じです。ただまあ俺のと小春の一緒にされると困るんだよ。そうよね、ごめんね、ごめんね、まだ決まってない。私ってさ、もうちゃんと自分の仕事を入れてる松だとね、うん、そうですよ、そうですよ、まあ、そうよね、私も前向きになりますよ、はい。さあ、というわけで、本日の投稿テーマ、先ほどご紹介した通りゴールデンウィークでございます。はい、こちら、投稿の方ぜひ皆さん送ってください。これから、オフィシャルスポンサーインフォメーションですとかありますけども、その間でもまあ、見ながらちょこちょこっと書いたりとかね、そんなことしながら、はい、番組中盤の竹下投稿団の方にぜひ投稿してください。さあ、投稿の方法ですけども、それでは SLTV 公式サイトから見てるあなた、あなた、ちょっと順番は違いましたけども、はい、こちらの方はですね、プレイヤーの右側の方にメッセージというボタンがあります。こちらのボタンを押して、投稿フォームを開いて、そちらから投稿してください。さあ、そして SLTV 番組のウェブプレイヤーから見てるあなた、あなた、こちらは番組の流れている画面の下にあるメッセージというボタンが中央にあります。そちらのボタンを押すと投稿フォームが同じく開きます。そちらから投稿をしてください。さあ、そして Ustream から、こちらの番組見てるあなた、あなた。さあ、こちらはですね、右下の方にありますアバウトセカンドライフという、説明文の中に投稿フォーム、こちらの URL が入ってるらしいです。で、こちらをコピペして、そちらの方から、URL を開いて、ぜひ送ってください。Twitter の方もですね、投稿フォームの開き方、同じような形で開いていただければいいかなと思います。ただ僕今説明してて全然わかりません。はい、これ僕カンペそのまま読みました。スタッフの指示に従って、スタッフの指示に従ってみました。はい、僕今日は、はい、というわけで、いかなる方法でもよろしいです。投稿フォームを開いて、そちらの方からぜひ投稿を送ってください。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。投稿を送るときに気をつけてほしいのは、匿名希望の皆さんはぜひ読み方のところに最初に匿名希望と書いていただかないと、私ベラベラ読んでしまいますので、はい、その辺気をつけてください。はい、というわけで、今日のテーマは、投稿テーマ、ゴールデンウィーク、番組中盤の竹下投稿団の方でご紹介したいと思いますので、皆さん投稿お待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは次のコーナー行ってみましょう。それでは次のコーナー、こちらのコーナーでございます。ドン。オフィシャルスポンサーインフォメーション。というわけで、お知らせスポンサーインフォメーションでございます。まず最初のスポンサーはこちら、ドン、はい、月のワグマヘアスタイル。さあ、というわけで、月のワグマヘアスタイルからのお知らせです。こちらどうぞ。はい、月のワグマヘアスタイルから待望の新作リリースのお知らせです。お、新作は11点になります。すべ、うん、てアップスタイルになっているということでございます。あ、なるほどね。なんか艶やかなドレスと展開されている11点のドレスなんですけれども、うん、それでは、次ちょっと待ってくださいね、うん、じゃあ、じゃん。まずキュートで優しいイメージ、うん、カジュアルにも身につけやすそうなアギーでございます。うん、立ち上がったツートンカラーのフロントが大胆で個性的なエリーになります。うん、はい。はい。ですね。一個ずつ名前がついてますが、はい、次の3点ですね。そして、それぞれフロントスタイルの異なる3シリーズになります。うん、こちらは流したバンクスが目元をセクシーに見せるエミーシリーズになるそうでございます。うん、はい。アップっていいですね。すごい大人だね、セクシーな感じでね。ラビもアップにしてみればいいよ。頑張ります。頑張れよ。
頑張ります。さあ小原さんどうぞ。はい、あこちら、はい、額をすっきり出してキリリと気高い、気高い、ごめんなさい、気高いイメージのケニキシリーズでございます。ああ、なるほど、スッキリという感じですね、こちらの方は、うん、おでこを出してるんだね。はい、そして最後こちらですね、うん、こちら流した前髪とサイドにそっと垂らしたヘアで優しく顔を縁取ったジェリーシリーズになります。あ、ごめんなさい、ジュリーシリーズ。これ、僕的に大好きな感じ。え、私さっきのキリーリが好き。あー、まあそれぞれね、皆さん好きなタイプ、うん、はい、いろいろあると思うんですけど、ちょっと、はい、ちょっと垂らした感が、うん、なんかね、大人チックな、はい、感じですね。大丈夫、頑張れよ、頑張ります。はい、こちらエミー、ジェニー、ジュリーのシリーズはそれぞれ部屋飾りによってカラーの花がこぼれそうに咲き誇るブーケ、清楚に二輪の花がトップに咲いたフルール、宝石がしなやかなラインを描いてきらめくジュエール、この3種類に分かれています。あ、なるほど。ただいまモデルのチャコさんにエミーシリーズのブーケをつけていただいてますのでご覧ください。お、じゃあ、はい、行かせていただきます。はい、それではポチ。さあ、チャコが今日はどんな感じに仕上がるんでしょう。はい、わ、こちらですね。はい。お、お、あら、ちょっといいんじゃない。あ、ちょっと、またいつも通りちょっと着てますけど。ちょっと、少々お待ちください。はい、少々お待ちくださいませ。俺にとって着けますもん、本当に天敵よね。毎回よね。私、トラビアだから絶対着けないからね。あ、そうね。はい。まあでもつけマスクあった方がね、ゴージャスですからね。うん、飲めない飲めないな。あ、来た来た来た。はい、オッケー、はい、来ました。こちらが、ご紹介しました通りブーケですね。お花をつけたタイプになります。あー、なるほどね。はい、これいいですね、やっぱりこうアップって、うん、やっぱたまんないですよね。いい感じで、うん、いい感じです。はい。あ、これ、お花もカラーチェンジ。はい、できます。今はちょうど紫のドレスに合わせて、はい、紫色のお花を、ね、うん、コーディネートしてもらってるんですけど、はい、これもカラーチェンジができます。はい。あ、ほんとだ。すごい。お花もね、すごい素敵な感じでついてますよね。いいですね。これ、やっぱりアップにすると、まあ、ドレスによってアップにするとなんか雰囲気また変わっちゃうとか、ね、結構こう、なんて言うんでしょう、シュッとしますよね。はい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 。やっぱこう、ドレスがね、こう、ふわーっとなってるイメージがあるから、髪の毛がこう、タイトに決まってて、うん、で、ね、そこにこうやってお花がこう、アクセントで使ってるとすごく可愛いですよね。いいですね。はい。これヘアの方のチェンジも、あ、はい、まあ、今ヘアのチェンジをしていただいたみたいでございます。はい、はいはい、これ、ね、ドレスに合わせて、これが同じシリーズで3種類ある、はい、そうです、同じ種類、エミーとジェニーとジュリーという3シリーズは、うん、それぞれあの3つずつあのテロップが入ってたと思うんですけど、はい、ブーケのついているタイプ、今チャコさんがつけてるブーケがついてるタイプと、うん、ですね、あの二輪の花がトップにこう置いてあるフルールというタイプと、はい、宝石がついてるジュエルというタイプで、はい、同じ髪型なんですけど、あのそういう3タイプ、あの髪の飾り付けで分けられるっていうことです。あー、なるほどね。はい、いいですね、でもね。はい、なのでこう、例えばこうお花の時はお花もそうですけど、やっぱり、ね、この同じヘアなんだけど、はい、やっぱりあのタイトに宝石の方をつけたいとか、うん、そういったもう同じ髪がいいんだけどってお気に入りなんだけどって言われた時も、うん、そういう細かいところにも対応ができるってことですね。うん、はい、スキナワグマの部屋はそういうところ本当にいいですよね。うん、あの形は好きで、でもドレスによって色を変えたりとか、はい、そういう部分にがっつり対応しますからね。うん、はい、いいですね。はい、こちらの方がその皆さんの好みに応えられる月のワグマならでは、はい、きめ細やかなラインナップになっておりますが、うん、
回の新作は新しいテクスチャーを使用しているんですね、うん、そこのところもぜひ、注目ですのでぜひ皆さん、お買い求めいただいてご覧いただくといいと思います、うん、なるほどね、で今マトさんの方もご案内していただいた通りいつもの133色のヘアのカラーチェンジとアクセサリーの方も今どんどんカラーチェンジしてもらってるんですけどこちらの方も、はい、カラーチェンジが可能となっております、はい、今一瞬なんかチャコがカメラ目線になってる気がしますなるほど。さあ、というわけで新作、はい、揃っております。じゃあ、はい、もう一度テロップの方を移しましょう、こちらでございます、はい、こちらの一番上のこの17番かな、こういう感じですね、はい、11種類に11点になりますね、うん、はい、いいですね、すごい、本当にね、ゴージャスなドレス姿にね、うん、似合う感じの髪型ですね。いいと思います、うん、はい、とても素敵なんでこちらの方ぜひ、はい、春真っ盛りですから、はい、これをつけてどっか出かけゴールデンウィークどっかいろいろイベントとかも多分あると思いますからね、はい、いいかもですね、こちらの方セール代も ね、そうそうそう、フェアをつけて楽しんでもらっていかがでしょうか、はい、はい、いかがでしょうか、そんな感じです、はい、というわけで、次の情報いきましょうか、はい、前半は以上になります。わかりました。月の悪魔ヘアスタイルからのお知らせでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、それでは次のコーナーに行ってみましょう。このまま行っていいんですね。はい、はい、それでは行きましょう。次のコーナー、こちらのコーナーでございます。こちら、ドン。さっき言ってた竹下投稿団はさっき言ってたちゃんとみんなしっかり投稿の方ね、はい、書いていただいて、はい、私たちを潤わせていただかないといけません。はい、はい、もうちょっと余裕ありますからね。まだまだ余裕ありますから、まだじっくり書いていただいて、はい、じっくり書いていただいても結構だと思います。はい、ゴールデンウィークのエピソードとかね、はい、いろいろあります。さあ、テーマの方こちらでございます。こちらどん、はい、ちょっと待ってください。はい、さあ、というわけで本日の投稿テーマは先ほどもご紹介しましたゴールデンウィークということで、うん、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークは一体どんな過ごし方をするのか、そしてゴールデンウィークの思い出なんぞ、はい、皆さんに飾っていただけたら嬉しいなと思いますけど、うん、先ほどは MC の3人が今年のゴールデンウィークについて、はい、語っておりましたが、うん、今度はゴールデンウィークの、まあ、思い出ぐらいでいただきますか。はい、はい、じゃあ小原さんでゴールデンウィークの思い出、もう思い出でも何でもいいですよ。なんかこうゴールデンウィークといえばでもいいですし、何でもいいですよ。ゴールデンウィークといえば、はい、私は職場に前勤めてた時は、はい、毎年ラビちゃんじゃないけどディズニーランド行ってた、うん、おー、毎年ですか。ゴールデンウィークはディズニーに行く。アルバイトかなんかで。いえ、アルバイトしてどうするんですか。遊びに行ってたんですか。もうすっごい、毎年2泊で。それは何ですか。ゴールデンウィークに会社のイベントで2泊で行くんですか。あのね、会社のイベントで、うん、鹿児島から、あ、これ、うん、あ、ほんと前も言いましたけど10万円かかるんですよ。大変だよね、鹿児島から行くのは。もう、ほんと海外並みなんですよ。それで行くんだから、一度、アメリカのワシントンに行ってから中国を経由してロスの方のって、なるほどね、違いますよ。いろんな、こう、ところをね、はい、通っていけなくなるんですから、鹿児島からは。そうそうそう、どうでした、ディズニーランドは。ディズニーはね、はい、鹿児島ってどこだって言われてて、本当に私いつも思うけど、はい、どんなに行ったらさ、動き回らなきゃいけないでしょ。動き回るっていうか、うん、まあ、例えばツアーに乗ったらさ、はい、例えばこう、はい、じゃ あ朝はどこ行って、はい、移動してまたここ行って2時間3時間移動してとかなっちゃうじゃない、はいはいはい、でも本当にディズニーのいいところは、うん、一気にそこに全部が集中してるから、うん、もう本当にその3日間をそこの場所だけで十分楽しめる、うんうん、まあそうですね。そう、それが本当の魅力だと思う。だって飽きないじゃん、うん、そうだよな。私が行くゴールデンウィークってちょうど1日と2日が、ついてちょっと2日がごめんなさい、あれ、普通の日だったんですよ。はいはいはい、うん、あ、じゃあもう乗り放題じゃないですか。乗り放題だったんですよ。並ばなくても全然 OK じゃないですか。もうだからもうほんと一つの乗り物を1日3回乗ったりとか、はいはい、私のお気に入りはマーメイドショーなんですけど、
マーメイドショー、はい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 、はい、私マーメイドショーがお気に入りで、うん、一番前で見るのがアリエルっていうのが私のお気に入りなんですけど、今マーメイドショーも3回見ました。ダニエルって聞こえましたよ。アリエルで、よく見たら隣にも、はい、隣に小学生の女の子が、うん、私と先頭争い、あ一番真ん中の席を取るのに、後ろから見てる方はあの親子ずいぶん元気ねと思ってるわけですね。いや、そうは見えない。やっぱり小学生の子はね。ああ、なるほどね。そうそうそう、ほんとその子と毎回隣になるの。また会ったね、みたいな感じで。うん。そうそうそう、見てましたね。ディズニーランドって、最後に行ったの、うん、ラビーはいつ？私、中3です、最後に行った。中3、結構前か。前だ。10年ぐらい前です。10年ぐらい前だよね。小春は最後に行ったのは、期限で、ね、最後に行ったのは、うん、6年ぐらい前、そうそうそう、そっからちょっとほらホテルの仕事とかに移ったらもうゴールデンウィーク稼ぎ時だからね。ああ、なるほど。そうそう、できたから俺ね、10年ぐらい前なんですよ。10年経ってないかな。もう変わってるよ、中身が変わってるよね。変わってる。あれ今行ったら多分カルチャーショック受けるだろうな俺あまりにも変わってて、すごい、っていうか、うん、あのね、そのディズニーとかってすごいなと思うのが、うん、はい、もう追いついてるよね、ちゃんと時代に。うん、追いついてるね。古いものも一緒に残していくんだけれども、うん、建物とかもそうだけれども、うん、いつ行ったって例えばとても綺麗だったりとか、うん、でもその時代その時代のその人たちが過ごしやすいように少しずつ変化してるんですよ、あそこ。あ、だからね、いつ行ってもすごいいい。だってほら、公園とかさ、うん、普通の、なんだっけ、遊園地とかあるでしょ？ありますね。でもほらね、5年前行った遊園地、ちょっとボロいねってならないで。ああ、ある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 。昔からあるけど、やっぱりだいぶ古くなったよね。そう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 。うん、あれがね、うん、ディズニーには絶対ない。ないか、ないね。ない。それはあるかもしれない。俺ね、すごい記憶に残ってるのが、うん、ディズニーランドの乗り物って全部乗れるんですよ俺、はい、っていうのが俺、はいはい、絶叫マシンダメな人なんですよ。おお、ああ、はいはいはい。でも、そうそうそう、でもディズニーの乗り物環境は全然大丈夫でした。あ、ディズニーに行ったら絶叫マシンって持っちゃうんだ。絶叫マシーンってそんな絶叫マシーンないでしょ、そんなに。あ、今もすごい、ね、今もディズニーシーのセンターオブジアース。あ、知らない。 C じゃないもん、俺言ってんの。私も C 行ったことない。 C じゃない。なんで、ディズニーランドの話ってそうだけど、そうそんな C じゃないもんとか。いやいや、だって俺 C って多分 C できてから20年ですよ。いや、俺ね、ディズニーランドには何回も行ったことあるんだけど、はいはい、C の方には俺一回行ったっきりじゃないかな。でもそれもまともに遊んでないんですよ。そうなんだ。あれもう20年になるの？え、もう20年ぐらいじゃなかったですか？10年ぐらいじゃないかな、まだ。あ、10年か。小春さん、はい、まあ、10年一昔って言いますけどそうだよ。あんまり作らない方がいいです。今ちょっと、あ、ランドが今25とか30くらい、うん、多分ランドがそんな感じ。そうそう、東京ディズニーランド自体が20年とかなんか、うん、なんか言ってませんでした、この間。え、20年じゃないよ、私が行った時20年も過ぎてたもん。じゃあもう50年とか。50年か。そうかな、それ行き過ぎ。ラビー、はい、ラビーが先に行った。そうそう、ラビーが先に。うん、だんだん流れを理解してきて早くなってる今。私ね、21周年の時も行ったんですけど。何年、25周年か30年。 今21周年、あ、今じゃない、もう昔ね、時計が当たったの21って言って。すごい、ディズニーランドのすごい記念、超レアだね、それでしょ、でしょ、うん、だけど、うん、不思議だよね、もらったばっかりのさ、ランドにいるときはさ、すっごい、ほんと、今、ラビちゃんが言ったみたいに言ったのに、うん、ほんとさ、3ヶ月ぐらい経つとどこやっちゃったっけ、あの時計で。あ、2001年ディズニーシーなんだって。おっ、だからやっぱり10年ぐらいですよ。10年経ってないぐらいですよ、やっぱり。 C は、うん、C はね、9年だ。うん、なんか中学生か高校生ぐらいの時に私 C できたニュース見たもん。あ、俺もそれぐらい、それぐらい。そうそう。あ
ね、そうだよね。そうそうそう。でもね、あの、うん、あの2泊3日で行くんだったらやっぱり C1 日、ラント1日、最終日はごっちゃなんだよね。どっちでも入れる。最終日は私東京観光、うん、まあ、なるほどね。私は最後までいて、そのまま飛行機に乗って帰りました。まあでも今年ディズニーランドに行く方もたくさんいらっしゃると思いますけども、うん、まあ、ゴールデンウィークはもうめちゃ込みでしょうね。やだよね。今年はね、がっちりあの休みにはハマっちゃったから、すごい混んでるよね。83年だったよ。83年って引き算ができないんだけど、まず計算機27年計算機27年ぐらい。そんなに。カリフォルニアは50歳だって。あすごいですね。あとみんなどんなとこ行くんだろうな。ドライブったって道込むしね。道込む。俺ね、すっごい覚えてるのが、あの函館っていうところが北海道にあるんですよ。はいはい。でそこからあの札幌の方に行く道、国道があるんですけど、はい、あの片側一車線で一本道ガーッと長い道なんですよ。うん。そこが大渋滞になったら、うん、もう右も左もないわけですよ。前に進むしかないから、うんうんうん、全然進まなくて、うん、でしまいにあまりにも長いから、うん、飲み物がなかったんで、うん、一緒に乗ってた人が車から降りてコンビニに入って、で飲み物を買って帰ってきて車に乗れましたからね。すごい。それぐらい進まなかった。あそこはすごいね、混むところなんで。まあゴールデンウィークどこも道混むところはね、観光地の方が混むと思いますけども、皆様方の思い出いろいろちょっと教えていただければいいかなと、はいはい。で、今日僕この話をですね、この話っていうか、この今日ゴールデンウィークっていうテーマにしようって話をしてて、うちのスタッフと話をしてた時に、ゴールデンウィークの思い出って何だろうと思ってよく考えたら、ゴールデンウィークの思い出を思い出すと、うん、まあ、別れた女性たちとの、こう、その時の楽しい思い出をね、思い出さなきゃいけないという。まあ、それも、ちょっと、どうかなと。はい。やっぱゴールデンウィークだから出かけますもんね。やっぱりお付き合いしてればゴールデンウィークちょっとね、出かけたりとかするじゃないですか。そうだよね。そうまとのようにね。カップルにとってはゴールデンウィークは大事だよね。そうですね、うん。もうちょっと思い出してしまいましたね。そんな世知辛いお話も、いただきたいなと思っております。さあ、というわけで本日の投稿テーマはゴールデンウィーク、皆さんから投稿をお待ちいたしております。投稿フォームの方は、各、オフィシャルスポンサー、オフィシャルスポンサーじゃない、オフィシャルサイトですね。はい、SLTV のオフィシャルサイトのモニターの右横、はい、そしてウェブモニターの、中央下側、はい、で、ユーストリームの方からは、ほにゃららピニャララな、あの辺にある何かを触れば出てくるかもしれない。そうですね。僕もあんまりよくわかったんですけど、なんかね、ユーストリームの方はねユーストリームのセカンドライフ TV 画面から直接見ている方は、右下の方にあります About Second Life という説明文の中に、投稿フォームの URL がありますので、コピーして貼り付けてください、うん、ウェブの方に開いてくださいってことですね。はい。Twitter の SL 公式アカウントでも投稿フォームの URL をご案内します。あ、ということですね。だからツイッターをやりながらこの番組を聞いてる、あなたまあ遅いし元気はないし、どうだったんですかね。まあいいや、だそうです。 SLTV のツイッターの公式アカウントの方にも投稿フォームの方がありますので、そちらの方から投稿してください。よろしくお願いします。さあ、というわけで、皆様方が投稿の方を書いてる間、曲の方をご紹介したいと思います。本日皆さんにご紹介する曲は、というかアーティストは、はい、SL でも活躍しています、柳でございます。うわっ、さあ、というわけでこの柳ですけども、2007年の7月からセカンドライフ内で活動を開始しました。2008年、2009年と続けてきた年に1回、自主企画として行われている無限軌道というものがあるんですが、これを2008年、2009年と開催しました。で、これ無限軌道、2008年は一体どんなことをしたかというとですね、世界一周24時間ゲリラライブとして、おぉ、リアルライフの時差を追いかける形で地図上、世界地図上のシム、要するに海外のシムとかですね、うん、そのシムを24時間回ったそうです。
で、開催したライブは合計で39カ国60シムでゲリラライブをやったそうです。そして2009年、重力解放と銘打ちまして、SL 軸にウェブに飛び出したんですね。要するにホームページ、ウェブのホームページに飛び出しまして、企業さんとかいろんなホームページがあると思いますけども、はい、そちらのウェブ上で動画によるゲリラライブをいろいろやったそうです、2009年は。でですね、途中この2009年のこのいろんなウェブに、はい、ゲリラライブで動画で行った時にですね、参加者のブログ、当然そこに見てる方もいらっしゃいますから、はい、見てる方のブログに展開したり、いろんな形で、あちらこちらに出たんで、実際にはどれぐらいのサイトに出たかわかんないんですけど、少なくとも50サイトぐらい、50個ぐらいのサイトの中に、柳がゲリラライブを動画で開催したということですね。さあ、そして、2010年、今回ですけども、はい、今回は日本でのセカンドライフの、牽引役としても、はい、非常にいい貢献しました。株式会社マグスル、はい、こちらのシム群を舞台にですね、無限起動を行うそうです。一体今回どんな風になるか非常に楽しみですけども、はい、今回のこの柳なんですが、原点に立ち返りまして、千倍特許とも言えるゲリラライブ、こちらの方で、皆さんを楽しませてくれるそうです。はい、で、どこでやるか、どのシムでやるか、はい、どこに現れるか、それはその時次第で全く予想がつきません。ということで、今回の無限起動、どんな風になるか、目を離せません。というわけで、はい、その無限起動、4月29日22時からスタートします。スタートするのは一発目、ライブハウスブラックレーベルにて、開演となりますので、皆さん ご期待でございます。この情報すべてですね、グループ IM、セカンドライフのこの柳のグループ IM の方で、流れますので、ぜひ加入してこの無限起動を追っかけてみてはいかがでしょうか。はい、さあ、というわけで早速その無限起動頑張ってくれる柳にこちらの曲、それでは聴いてみましょう。それでは聴いてください、こちら。さあ行きましょう、柳です、はるか。
さあ聞いていただきました。はるかいかがだったでしょうか。僕の記憶が正しければ僕が初めて柳の皆さんの音楽を聴いたのが多分セカコレじゃないですか。違いますか。多分私もその時に初めてお目にかかってました。そうですよね。はい、実際にそちらの方で演奏を聴かせてもらいました。うん、コンセプトをすごいはっきり持ってるユニットというか音楽アーティスト皆さんだなと思って聴いてましたね。なんかちょっとこういうあれはあれなのかもしれないんですけど、柳さんってこういう時代をね、うん、和風な感じのこうね、はい、こうバーっていう感じで柳って書いてるから、はい、どんな感じの歌が出てくるんだろうと思ったけど、うん、とってもこうなんていうんですか、聞きやすくて、うんなんかこう伝えてることも伝わってくるしみたいな、うん、素敵な感じだなと思ったのを覚えてますね。このやっぱりこう柳っていう字が私はちょっと、うん、もうちょっとハードな感じ思えてたので、はい、やっぱりどこか和風のムードにすごくこだわってるところがあって、楽曲の中にもあの多分琴の音だと思うんですけど、こう琴の音をこうちょっと入れてみたりとか、そういう感じの、なんでしょう、アレンジとか、あと歌詞をすごく大事にしてますよね。で、いろんなボーカリストの方いらっしゃると思いますけども、はい、あの、なんて言うんでしょう、ノリで歌詞の部分をこう、そんなに丁寧に歌わないアーティストさんも多いんですけども、うん、柳は非常にその、歌詞が明瞭にわかるような形の歌い方で、メッセージ性っていうのはすごくこう、伝わりやすいな、すごく思いますよね。はい、そんなこの柳ですけども、先ほどご紹介した通り今年も無限軌道をやるそうです。はい、原点に立ち返ってゲリラライブを皆さんの前で、はい、披露してくれるということなので、どこに行くか分かりませんのでぜひ追っかけるときには、お弁当を持って、飲み物を持って、途中で食べられるような感じで、ぜひ追っかけてほしいなと思います、はい、4月29日、スタートですからね、楽しみにしてください。さあ、というわけで、本日ご紹介した曲は柳の遥かご紹介しました。うえいや、さあ、というわけで、それでは皆さんの投稿の方をご紹介していきましょう、はい、じゃありませんか。はい、さあ、あ、何ですか、来てるかな、柳さん、違う違う違う、柳さんが来てるんですよ、投稿に決まってる。ああ、投稿ですか、びっくりした。はい、というわけで今日の投稿テーマはゴールデンウィークでございます。はい、皆さんのゴールデンウィークは一体どんなゴールデンウィークなのか、投稿の方をちょっと覗いてみたいと思います。はい、投稿の方を確認させていただきます。実際どうですかね、どんな塩梅なんでしょうかね。ピッ、よいしょ。さあ、投稿の方を確認します。えいえいえい、あのさ、何ですか、柳さん外聞きで聞いてくださってるって。 ありがとうございます。柳さん聞こえますか。こんばんは。こんばんは。ぜひ番組の方に遊びにね、はい、来てください。スタジオの小春です。はぁ、あ、なんですかその今のは。本当にぜひ遊びにいらっしゃってください。そうですね、ぜひ遊びに来ていただければいいかなと、はい、自分アピール、そうですね、思いますね。ただですね、スタジオの方にはですね来ていただいた時に非常に何ていうんですか、あ、この MC の女性うるさいわねって思うかもしれませんけどまあそれはまあまあ括弧の上でね、それがラビですから。ラビではないですけどね。ラビではないです。はい、さあ、というわけで投稿の方ちょっとご紹介しましょうか。はい、あ、ちょっと間違えました。よいしょ。よいしょ。こちらですね。こっち。よいしょ。こちら行ってみましょう。それではまず最初の投稿、こちら。ドン。はい。なんでえへへなんですか。リナちゃんのコメント。そうそうそう、今IM 送ろうと思ったらプロフィールページを開いてしまいました、実際に。はい、失礼しました。よいしょ。さあ、それではこちらご紹介したいと思います。匿名希望の方からいただきました、
ペンネームというかラジオネームじゃねえや、投稿ネームは書いてない、匿名希望だけ書いてますね。匿名希望の女性の方からです。セカンドレフューザーの方がいただきました。はい、ありがとうございます。マドさん、コラさん、ラビーさん、こんばんは。こんばんは。あまり投稿しないのですが、今日のテーマはゴールデンウィークということで投稿させていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークの思い出、うん、特に楽しかった思い出はありません。マトさんが言った通り、別れた恋人との思い出しかありません。その中で唯一楽しかったのは、うん、初めての混浴温泉への旅行。ちょっとなんかこうロマンチクチクな感じのこう、いい感じ、曲に変えた方がいいですか？いやいやいや、それでは、はい、混浴風呂のある温泉に2人で行った時のことを、私たちはその混浴温泉に入ることをとっても行く前から楽しみにしていました。うん、私の中では2人で楽しめる混浴温泉、こればかり想像してたのですが、うんうん、いざ行ってみると混浴温泉の中はほとんど宴会状態、うん、お他のお客さんでいっぱいでした。混浴がいっぱいってことだ。そういうことです。すごい。面白い。プールじゃん。それちょっと、それだったら行ってみたいかも。面白いけど、ね、ね、続きがあります。はい、彼氏さん的には微妙なんじゃないですかね。そうですね、見られちゃう。こんなに混んでいるんだったら、うん、2人でホニャララホテルに行ってゆっくりお風呂に入った方が良かったかもしれないと思うぐらい混浴風呂がもう満タン。私たちはほとんど10分もいないぐらいの時間で混浴風呂を後にし、それぞれの男湯女湯に消えていきました。結局温泉にいる間、混浴に行くような気持ちにもなれず、普通の温泉での旅行を楽しみました。でもその彼とも今は終わっています。まあまあ、そういうこともありますよね。まあね、そうそうそう、まあやむを得ないと思いますよ、そういうのは。混浴って僕入ったことない。ない、俺もない。はい、混浴、無理やり混浴にしたことはあるよね。無理やりじゃない。まあ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 、例えばプライベートの、はい、あのね、だったらあるけど、うん、そうじゃなくって、そう、本当にここは混浴ですよって誰でも入りますってとこはない。入ったことがない。そうね、混浴、すみません、この中であの、はい、混浴の経験者の方、温泉に入ったことがあるという方、うん、混浴っていうのに入ったけど、これ誰もいなかった時あったな、一回だけ。へぇ、何にも、だから普通のただの露天ただの露天風呂ですよ。うん、混浴風呂を経験した方いらっしゃいますか？いないですかね。へぇ、ちょっと、あの、言いにくいのかな。言いにくいかも。小原さん、どんどん遠くなっていってますよ。そう、ここにいるよ。来た。あ、やっと、ちょっと来ましたね。混浴に入ったことがあります。お、あ、東さん、ネプちゃんもだ。あ、ネプちゃんも混浴が。混浴、やっぱあるんですね。マリアもじゃん。マリアローズも。あら、混浴が あるんですね。露天風呂で混浴。混浴、露天風呂多いですよね。へ、室内の混浴ってなんかどうも、なんか閉鎖的で、なんかこうちょっといやらしい感じがしますから。やっぱ混浴風呂はやっぱり露天がいいでしょうね。これでも混浴風呂ってなんだっけな、どっかでの、この間テレビでやってたんですけど、混浴風呂なんだけど、なんていうんですか、ちゃんとなんか着るとこありました。なんかこう着るものがあるんですよ、なんか、あー、はいはいはい、タオルが、バスタオルじゃなくて、なんかこう男の人は腰に巻くやつとか、はい、女の人はなんかこう長い、もっと長いやつみたいな。自分さんがつまらないって。ああ、なるほどね。そういうのがあったらね。でも、うちっていうか、私は入ったことがないんですけど、鹿児島の神様の前に入る混浴のお風呂っていうのがあるんですよ。神様の前？神様がいらっしゃるんですよ、そこの温泉には。はあ。だからそこの
前でその混浴に入るんですけど、そこは白装束っていうか白いそのお着物みたいなのを着るんですよ、うん、あ、僕これそれ嫌いじゃないの。すごい。それで、でも中は裸なわけですよ。そうですよね。いやー、そうですよね。神様の前で、あの裸になっちゃいけないっていうので、それを着るっていうのがあります。はいはい、ってことはないけど、すごい有名なところ。まあでもそれ、でも結構こうなんか、ちょっといい感じになるんじゃないですか。いい感じになるかどうかは、ほら、行ったことがないから。まあそんな分厚いような、そんな白装束じゃないでしょうか。あの、外国人が昔一緒に働いた時に行ってたんですよ。はい、行ったけど、透けたって言ってました。はい、いやいやー、すいません、それはあの後ほど詳しくどの辺の辺なのかちょっとね、お伺いさせていただいて。それこそあれですよ、桜島ってほらあるでしょ。はいはいはい。あ、どうしよう、あの柳の亮さんって鹿児島出身なんだって。マジですか。え、こんさん気に入って、プレよろしくお願いします。柳の亮さん、逃げて逃げないで、逃げて。だから柳の亮さんも知ってるんですよ、そこ、あの桜島の桜島っていうところね、温泉だから。あーは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 ー、そこに混浴のそのそこ混浴なんです、小族の混浴風呂があるわけですね。そうそうそう、あ、これ非常に参考になりましたね。参考になる。竹下ジェットシティでは皆さんの地域にある混浴風呂に関しての情報をお待ちしております。投稿フォームの方に混浴風呂の情報をぜひ書いてください。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとすいません、訂正させてください、はい、気に来たじゃなくて気になっただったそうです。一日違いです。リーナちゃん、訂正をされました。いや、失礼いたしました。誰も気に入ったなんて読んでなかったと思いますけど。私が読んだの、だから、リョウさんは外聞きだから、うん、そう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 、多分リョウさん、私が読んだのを聞いてると思うんで。大丈夫です、間違ってませんでした。誰も間違った解釈をしてません。小春だけがただ一人だけ爆笑したわけですね。はい、本当に申し訳ございません。ちょっとはしたない部分をお見せしてしまったかもしれませんね。はい、さあ、それではですね、続きましていきましょう。続きましてこちらの投稿を行かせていただきます。はい、投稿ネームケケケの鬼太郎さんからいただきました。女子です、セカンドライフユーザーの方からいただきました。はい、ありがとうございます。怪しい紹介屋マトさん、耳つぼ小春さん、ケ痛いけどもうちょっと頑張れラビーちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラビーちゃん、初任給の使い道偉いね。親孝行だね。金券ショップの豆知識といい、きっとピチピチのうちにお嫁に行けそう、行っちゃいそうな女性ですね。かっこ、あ、小春さん気にしないで、私も小春さん寄りだから。軽いフォローありがとうございます。なるほどね。前説からけの話で盛り上がっていましたね。まだけでいきますか。まあ、僕は望んでないんですけどね。仕方ないですね。お付き合いします。お付き合いしなくてもいいですけど。最近、うん十年ぶりに背中まであった髪の毛をショートしたんです。もったいねー。本当ショート大好きなんで、嬉しい。まあ別に僕ショート大嫌いなわけじゃないですけども、長い髪の毛っていう形で、ね、長い髪の毛はやっぱり大事だもんね。ラビーも長いですよね。今長いですよ。長いですよね。切りますけどね。あ、9月に切るって決めてるんです。何ですか ?9 月に切るって決めてるんです。なんでなんか…はなんか…なんでそのパンチの弱いその…なんかっていうの。いや、なんかね、本当はラビーちゃん的にはあるでしょ、何か9月に。なんかあんだよね。ないんですよ。ないよ、本当に何もなくて。なんか9月に思い出の男と別れたとかそういう。あ、そう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 、1周年だから聞きたい。1周年っていうのは別れたこと。それでは、続きまして、続き読みますね。はい、切って床に落ちた髪の毛を見て、うん、こんなに重そうな量が頭にくっついてたんだとびっくりしました。切ってさっぱり楽になろうと思ったのに、短くなったら余計に手がかかるんですよ。本当失敗しました。そうなんです、これ短くなった分だけよ、あの手間かかりますからね。そうですよ。そうです、気をつけてください。ラビー、じゃあやめた方がいいんじゃない。やめた方がいいよ、だってマトさんだって寝癖がひどいから。そうそう、俺なんかもう寝癖がもうひどくて長いから。で、昨日タケルックスがマトさんのことを教えてくれた。そうあ、僕ちょっと余談なんですけども、今日ツイッターの方に書いたんですけど、今日9年ぶりに仕事の取引先の人と会ったんですよ。はい、9年ぶりに会うあの取引先の人と会ったんですよ。はい、で最初の俺気づかなかったんですよ、俺のことを。うん、で、多分忘れてたと思うんですよ、本人は。はいはいはい。で、
思い出したみたいな感じに、いやーお久しぶりでしたって言って、何を言うかと思ったら、茶髪でロン毛になってたんで全然気づきませんでしたって言ったこいつ絶対忘れてたのにその言い訳かよと思って失礼だわ。今そんな長いの？ロン毛ってどういうロン毛を想像してんの？昔の金卓みたいな、これぐらい、これ今のアバターぐらいの長さですね。でも長いよね。長い、長いと長いよね。長い方ですね、どちらかというと。いや、これじゃあもしさ、例えば、はい、レポートとか、まあレポートなんかもう今手書きじゃないと思うけど、なんか書くとき邪魔になるでしょ、髪の毛が落ちてくるから、ピンで止めたりしてんの？なんで落ちてくるの？落ちてくる、前髪こうざーっと。あ、前髪はね、ちょっと上げ気味にしてるんで、少し。あー、なるほどね、うん、だからそれは大丈夫ですよ。あー、はい、じゃあ続き、ピンで止めてるとこ想像しちゃった。はい、もう止めないですね。じゃあ、はい、続いていきましょう、はい、この続きがありますからね。はい、そうそう、毛といえばもう一つ、最近 SLTV で流行っている鼻毛の話ですか？鼻毛の話なんか入ってない。あ、そっか。今日電車で見ました、普通に出ている人。座席の反対側に座っていて、私からちゃんと見えたんですよ。すごいですよね、やっぱり鼻毛はちゃんとしないといけないんですよね。男性は大変ですけど、マトさんも気をつけてくださいね。僕もね、気をつけてます。で、出ていそうな気配の時があるじゃないですか。で、どうしても出先で切れない場合あるじゃないですか、うん、ちょっとこう、奥の方にね入れちゃう、ちょっともう、しまっておしまっておく。え、そういう時は、うん、ピッて使って抜くんだよ、ピッ。俺ね、ダメなんだよね。なんで？抜くの下手くそな人なんですよ。あー、無駄に痛い思いして抜けてないっていうことが多いですからね。あー、なるほど ね、引っ張ったはいいけど。そうです、さて、話は変わりますが、はい、銀のマンカップください。あと1個で5個だと思うんです。あ、おー、ゴールデンマンカップ5個でプラチナマンカップにとかになるんでしょうか。おそらくなると思いますよ。ただ、一応言ってきますけども、プラチナマンカップと銀のマンカップの区別はあまりつかないかもしれないですね。まあ、なんかちょっと特別なもんなんでしょうね。クリエイターとしてもそのプラチナ、そうですね、はい、プラチナマンカップとかになるんでしょうか。ゴールデンといえばゴールデンウィークですね。長っ、ここまでの下りが。お題お題、私、社会人になってからゴールデンウィークに休みのある会社に、勤めたことがないんです。あー、でも街が空いてて気分いいですよ。銀のマンカップください。あと1個で5個だと思うんですけど、ゴールデンマンカップ5個でプラチナマンカップは何でしょうか。なんでこのくだりを2回書くんですか、この長い文章。ということで、ケケケの鬼太郎さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どう、仕事、ゴールデンウィーク仕事の方とかもいらっしゃるでしょうね、やっぱりね。うん、大変ですよね。いらっしゃるかも。ゴールデン、今日、ここにいらっしゃってる、会場にいらっしゃってる皆さん、ゴールデンウィークは仕事ですっていう方、どれぐらいいらっしゃるんですかね。結構仕事です。私仕事、もし仕事だっていう方は、ログが届かないかもしれないので、叫んでください。はい、休みか仕事か、叫んでね。はい。はい、ログの方叫んでみてください。はい。どうですかね。やっぱりサービス業関係はやるんじゃない。やりますね、稼ぎ時でしょうね。うち閉めちゃいますけどね。あ、なるほどね。はい。サービス業、あ、そうなの、まるっと閉めちゃうの。閉めちゃいます。お店自体閉めちゃう。お休みじゃなくて、お店自体閉めるんだ。うちの会社全部6連休です。全部。あ、それはすごいね。あなたの職種で。そう、そうなの。あー、やっぱり地盤に根付いてるホニャララ系の会社強いね。まあ、はっきり言って全然わかりませんけどね。地盤に根付いてるホニャララ。会社は休みですが仕事に出ます。あ、うん、なるほどね。ある意味仕事、過去合宿スタッフじゃない、大学の合宿かなんかですか、サークルかなんかですか。おー、うん、なるほどね。え、なんでびっくりしたんですか今。なんか電話かかってきたんですけど。電話かかってきたんです。電話かかってきたね、前ピリってね。びっくりした。ちょっと電話に出てみますね。ちょっと出ていいですよ。もしもし。もしもし。もしもし。今忙しいんです。ワンコされて切られたんですけど、どういうことですかね。あ、業者じゃないですか。違う、あれだって、お友達だからかけ直した方がいい。いや、かけ直なんか昔のなんかこう引きずってるあれとか。あ、そうかも。そうそうそうね、いろいろあると思いますから。まみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、ケケケのケケケの鬼太郎って書いてるけど、読み方のところにまみって書いてるからね。はい、はい、ありがとうございました。さあ、それでは続きまして投稿の方をご紹介したいと思います。
こちらでもね、多分ねセカンドライフやってる方はね結構あれかもしれないですね、セカンドライフに びっちりいるかもしれませんね。さあそれでは続きましていきましょう。この方なぜか知りませんが投稿ネームの読み方のところにラジオネームってしっかり書いて僕を誘導しようとします。それではそのまま読みたいと思います。ラジオネーム椿クラブのひろちゃんからいただきましてありがとうございます。女子セカンドライフイーゾーの方からです。ありがとうございます。マドさんウェイ、小原さんウェイ、ラビーさんウェイウェイ。ゴールデンウィークって何でしたっけ。連休には仕事から何年も縁がありません。ですが今年はなんとか3連休は休めそうです。でもでも連休慣れしてない私多分飲んだくれています。何か、あ、なるほどね。もう叫びたりなんでしょうね。ゴールデンウィークってあんま飲まないな、びたらないな。お酒好きな方にはたまんないでしょうけどね。そうだよね、そうだよそうだよ。もうね、飲んだって次の日休みですから、ベロンベロンベロスケになりますよ。それがやっぱ幸せなのかもしれないね、飲む人は。あ、でも飲む人にとってはそれが幸せかもしれませんよね。小原さんお酒飲まないですよね。あ、私ね。ねえねえねえ、小原さんさ、小原さんお酒飲まないですよねって言った時に、なんで一番最初にあーとかなんかこう、なんかおかしな声を出すの。ないでね、ちょっとひろちゃんにも情報なんだけど、はい、本じゃなくてネットで、いろんなほら、ね、ダイエットメニューみたいなの見てて、はい、そしたら、そういうね、お料理のページに当たったんですよ。はい、そこに出てたんだけど、ダイエットメニューじゃないけど、ね、焼酎のミルク割りっていうのが美味しいんだって。焼酎をミルクで割るだけですか。そう、それがめっちゃ美味しいの。私もやったんだけど、臭みも消えるし、はあ、そうしたらさ、あ、なんていうのか、飲みやすくなっちゃうでしょ。ああ、まあ飲みやすくなるでしょうね。私さ、次の日二日酔いだと。え、飲みすぎてってこと。飲みすぎて。ああ、じゃあこの間のほら、はい、月曜日に、はい、お仕事があったでしょ、ちょっと夜。ああ、はい、ありましたね。あの時に、はい、飲みたいなってずっと思ってたんですよ、夕方見つけて。はいはい、で、もうまあ、あの時間だったけどと思って、あの時間だからガー行っちゃったんですよね。あの時間から飲んだってことですか。そうそうそう、二日酔いになっちゃった。あなた、え、それ一人で飲んだんですか。一人で、マグカップで作って、それもマグカップで。マグカップで。お前は山男か。寂しいね。ひろちゃんやってみて。せっかくあった、せっかくの女子がね、夜中一人でマンカップで焼酎のミルク割りをこうガブガブ飲んで二日酔いになるわけですから。そうそうそう、もうね、寝る時もポッとか言いながら寝た。なんすかそのポッって。なんかポッとか言うでしょ、飲んだら。え？言わないですね。酔ったらポッとか言いながら寝た。次の日頭痛くてもう起きたくなかったもん。海外の方ですか、あなた。違う、日本の方です。ちょっと意味がわからない、パッっていうのがわからないです。ふわって言うんですよ。だんだん変わってきますけどね。さあそれでは続きまして行きましょう。こちらでございます。投稿ネーム、あずまゆまこさんからいただきました。女子セカンドライフイーゾーの方からいただきました。ありがとうございます。私のゴールデンウィークの思い出は、昔某家電量販店に勤めていた頃、皆様がお休みの日には稼ぎ時なので、就業しておりました。何年目かのゴールデンウィーク中前にデジカメの説明をさせていただいたあるお客様が、私をご指名で呼ばれました。なるほどね。はい、そのお客様がおっしゃいました。あなたのデジカメの説明を受けてデジタルに目覚めました。この前のデジカメとパソコンを買うから説明してと言われ、私は感激して値段も頑張り販売いたしました。かっこその時のあらりがデジカメ 5%、PC 3% です。まあ、もう持てる範囲のギリギリの枠なんでしょうね、多分これはね。そして、何日かして同僚から、東を指名でお客様がいるよと言われ、その場所に向かったらお客様から一言、前の東さんとは違うと言われ、私はどう返答していいのか分かりませんでした。しかしそのお客様はよく見ると、名の知れたグラビアアイドルじゃありませんか。その方は変装なのか、大きなサングラスとマネージャーさんらしい中年の女性の方が一緒にいました。ノート PC を一通り説明して、私は名刺をお渡しして、その方たちはお帰りになりました。その時のゴールデンウィークの時はとてもハッピーな時でした。さて話は変わりますが
この下りの方がだんだん多くなってきましたね、はい、家電量販店の黒物&黒物でいいのかな、情報家電かっこ PC、 あ、携帯電話、あと電話、ファックスは1商品につき粗利が 8% 取れれば良いです。ああ、なるほどね。では、家電量販店はどこから稼ぐというと、白物からです。なるほど。白物ってのは、冷蔵庫とか洗濯機とかそういうんじゃないですかね。違うかな。わかんないわかんない。読んでみないかわかんない。白物は価格交渉してもそんなに下げなく、下げてはくれません。皆様もゴールデンウィークに家電量販店に行かれると思います。価格交渉する店員さんはアルバイトを捕まえると時間の無駄です。商品の説明を受けたいという方は、応援できているメーカーの営業さんが良いと思います。下手な店員より知識豊富ですよと。なるほどね。ちなみに、価格 .com の価格を家電量販店に交渉しても、その価格で販売してくれる確率は皆無に等しいです。大幅な値下げで売ってしまうとメーカーさんからお叱りを受けるからです。皆さん勇気を持って家電量販店へ乗り込んでください。なるほどね。これ白物って洗濯機とか冷蔵庫とかそういうのじゃないですかね。違いますかね。 なんかそんな気がしたけど違うかな。ちょっとわかんないですけどね。ためになるこれメールでしたね。はあ、頑張りたいと思います、うんうん、もうね、購入予定の人はいるかもしれませんからね。そうですよね、はい、もうぜひですね、とりあえず自分の家の近くの家電量販店に行ったらですね、はい、まず何でもいいからとにかくその辺の人捕まえて、東さんいらっしゃいますかと。まあ東さんいらっしゃいますかじゃあもうね当たるかもしれませんけど、あ、やっぱりそうですね、冷蔵庫洗濯機エアコンとかのそういう白いものってことですね。パソコンとかそういうの黒物っていうんだ、携帯電話とか。まあ携帯ってあんまり利益とかなさそうですよね。あ、そうだよね。ほら、契約して2年は解約できないとあそこで元を取るみたいな感じでしょ、はいはい、うん、まあね、あれも実際プールされてるのかされてないのかちょっとわかんないですけど、まあそんなにしないような気がしますけどね、あの部品ですからね。まあいろんな形があると思いますけども、はい、まあ、こういう感じで、ぜひこのゴールデンウィーク家電量販店に行ってね、こうちょっとこう、うん、買ってみてはいかがですか。はい、はい、もう、あ、ちなみにラビーさんは、はい、最近買ったこう家電製品なんかありますか。最近買った家電製品、一番最後に買った家電製品ですよ。単四電池。え、あのね単四電池。いや、あのね、単三でも単四でもいいんだけど、はい、まあちょっともう本当に天然だよな。本当に買ってないよ。買ってないよね。買ってないよ。そうだね、もうね、大学入ってからね、4年、何だから4年くらい買ってないよ。電池って答えるな。4年くらい買ってないよ。あー、なるほどね。電池って家電、家電、まあ家電製品、家電製品って言っちゃうかもしれません。うわー、ね、あ、すごい、まあ、初めて聞いた、家電で電池。最近買ったのそれぐらいしかないです。まあそうですね、立派な家電製品だと思います。家電です。そうですね。みんな胸を張って。胸を張ってね。はい、電池を買いましょう。電池を買いましょうね。はい。さあ、それでは続きまして。はい。東さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、こちらご紹介しましょう。この方からのメールでございます。よいしょ。この方、投稿ネームジュゴンさんからいただきました。男子セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。モトさん、コロさん、ラビーさん、スタッフの皆さん、こんばんは。クマです。こんばんは。さて、ゴールデンウィークの思い出、昔々首都圏に住んでいた頃、大型連休に北海道に行きました。おう、上野から青森、札幌から網走と夜行を乗り継いで、知床半島のカムイワッカの湯の滝を目指したのですが、春の遅い道東では、春の遅い道東では知床五湖の手前までしか道路が開通しておりませんでした。そうですね、仕方ないので、閉鎖されたゲートをくぐってそこから徒歩、うん、片道10キロ、うん、半分ほど歩いたあたりから道路が雪に覆われてきました。どうにかこうにか到着して露天風呂に入って、いや、風呂というのは実に体力を消耗しますね。帰りはものすごくきつくて、雪道は必死で歩いて、やっと雪が消えたところで、舗装もしてない道路に横になって仮眠したそうです。
15分歩いて15分髪みたいなことを繰り返して、なんとかゲートまで戻ってきました。ちょうどゲートから他の旅行客がこちらを歩いてくるところで、この先に、この先カムイワッカまで行けますかと聞いてきてため、やめた方がいいですと即答。ついでに、じゃあ引き返そうかというその人に、よかったら飲食店のあるところまで乗せてもらえませんかとじゃっかりヒッチハイクまでしてしまい、今にして思えば、ヒグマとか普通に出てますよねと。そうですね。ああ、生きて帰ってよかった。これね、気をつけた方がいいのは、北海道は、地図に載ってる道路でも冬の間、冬期間閉鎖してる道路がたくさんあるんですよ。だから行けると思って行っても途中でゲートがあって閉まってる場合は、そこから先は雪がいっぱいありますから行かない方がいいですよ。結構大変ですから。まあ熊じゃなくてもね、鹿に引かれる場合がありますからね。ああそうだよね。そう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 。もう僕も鹿にこの前ね、まあ会社の車をこうちょっと半分潰されましたけどね。はい、はい、まあ鹿引いたで。ね。引いたんだったら俺は引いたって言うけど、結果的には車を止められた止まれみたいなね。バカでかい鹿に車を止められたので、俺は引いてないと思うあれはね。ということで僕はあれから鹿が苦手になりましたねそうですね。はい、というわけでジュゴンさん無事に帰ってこれてよかったです。うん、はい、僕もし北海道に行くんだったらゴールデンウィークあたりちょっとこの先ぐらいだったね、ガロの滝って滝があるんですよ。うん、ここにぜひ行ってみてください。ここはすごいですよここはすごいわけですね。もうね、もう本当にすごい。雪解け水の滝なんですけど、うん、とんでもない滝ですから、もうぜひ行ける方は行ってみてください。まあ、はい、別に親善大使でもなんでもないです。この辺で、次のメールに行ってみたいと思います。ジュゴンさんありがとうございました。ありがとうございました。さてそれでは次のメール行ってみたいと思います。はい、やっぱり楽しいとことあるよね。うん、うん、さあそれでは続きましてこちら行ってみましょう。ラジオネームじゃなくて投稿ネーム今更かよ。投稿ネーム、まいちゃんからいただきました。あ、まいちゃんじゃ、あいちゃんですね。あいちゃんからいただきました。はい、はい、ありがとうございます。女子でセカンドライフスピーカムユーザーの方からいただきました。マトさん、小原さん、ラビーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。自分の言うのもなんですが、SL 生活1年になりました。1年になりました。おめでとうございます、うん、今日も今日とって、ドタバタと某所で、振り回されつつ楽しく作業していましたが、昨日某シム某カフェで明日はなんて言われたんでですけどね。あーもうここでもうあれですね、当てにされて働いてるんですね多分ね。やっと1年、もう1年、いろいろ思うことはありますが、 SL で自発的に何かをして楽しいと思えるようになったっていうことが嬉しいです。良いですね。さてゴールデンウィークですが、今年はまた合宿や学生の宿命な課題の山で消えそうですが、去年は何をしてたかなぜだか全く思い出せないのですと。どこかで投稿してたような覚えが あったりなかったり、内容が被ってしまいそうですが、はい、高校3年間ゴールデンウィークイコール合宿という古式が成り立っていて、その時の記憶があまりにも強く、それ以前の時のゴールデンウィークを何をしたのかさっぱり思い出せない、はい、ある1年を除いてだそうです。2001年、2001年に小学校5年生だったんだちょっと今びっくりした。2001年、小学校5年生の時、ゴールデンウィークを使ってアメリカへ行きました。父が単身赴任で数ヶ月ぶりに会うために遊びに行ったんですが、行ったんですと。それ自体の記憶ももちろんありますが、その4ヶ月後、はい、この目で見たあのタワーが、うん、という、それとの関連付けでの記憶がかなり強く残っています。ああなるほどね、はい、そっかそっかそっか。実際にその時行って見てきたタワーがその後こうね、うん、大変なことになりましたから、そのことがこう印象に残ってるんでしょうね。小原さん、何の話か分かりますか。はい、いや今の返事は分かってねえなタワーですよ、タワーね、なるほどね。分かっ、2001年に小学校5年生だったっていうのちょっとびっくりしましたね。ねえ、はい、ディズニーシーが先2001年でしたね。そうでした。小原さん戻ってきてください戻ってますよ。もっともっと戻ってください。あ、帰ってきた。あ、だんだん帰ってきた。たまにその、あ、やった方がいいかもしれないですよ。待って、だってだんだん遠くなってくんだもん、マジで。本当にたまに降っていなくなりますよね。うん、サボんなって言いたくなりませんね。
そう思って笑われていたんですけど、続きましてこちら行きましょう、愛ちゃんありがとうございました。ありがとうございました。続きましてこちらの投稿です。匿名希望のシャバゾウ君からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。男子セカンドライフユーザースティックミューザーの方からいただきました。水も滴るいい男マトさん、水も弾く落とし頃のラビーさん、水を吸収する乾燥肌の小原さん、こんばんは。こんばんは。今日のお題、ゴールデンウィークの思い出ですが、数年前友達と一緒に富士山の方へ遊びに行った帰りの話、例に溺れず高速道路は大変な渋滞でした。まあ覚悟はしてたことなんですが、昼食を食べ合わせたのが悪かったのか、前日に食べたご飯が古かったのか、急激に激しい便意を催してしまったんです。ところが次のパーキングエリアまでまだ10キロちょい、徒歩だと大変なペースで、しか車は、あ、徒歩と大差ないペースで車が進んでいました。限界は刻一刻と迫ってきている中、思うように進まない渋滞ににじみ出る汗、もういっそ車を置いてパーキングまで徒歩を目指したかったんですが、運転できるのは自分だけ、しかも同乗者は爆睡中という状況の中、長く孤独な戦いが繰り広げられました。ヒッヒッフーではないですが、呼吸を落ち着けたり、たまに力みを取って ガス抜きをしないといつ終わるかもしれない渋滞に軽いめまいを覚えつつ、なんとかパーキングにたどり着いた時の解放感は今でも忘れられません。実際に時間は1時間くらいだったんですが、あれは人生で最も長い1時間だと今でも思っています。これ分かりますよね。分かるよね、これに似たような経験って、まあ渋滞じゃなくてもあるでしょ。無理だっていう時があるもう無理だっていう時、なんか頑張れって自分励ましたいよね。もうなんかね、もう本当に無理だになったら、もうなんか頑張れっていうよりも、もうやっちゃってもいいかなとかって思う。いや思わない、それは思わないよ。一瞬の戦うでしょ。いや私は絶対頑張れって思う。いや俺をもう極限まで行った時に、もうすごい葛藤しますよね。ないですか、そういうのって。私、一回山登りの時に、男性ばっかりだったんですよ、あと、会社の関係の山登りっていうか、だったんで、もう仕事で行ったんですよ、山登り、で、そしたら朝8時とか7時半ぐらいだと思うんですけど、登る前にお手洗いに来ますよね。でもそっからもう1時間ぐらいでお手洗いに行きたくなっちゃったんですよ、私。だけど山で、そこはまだ今から整備されるっていう予定の山だったわけですよ。なるほど。だから絶対その辺でしなきゃいけないわけですよ、まだそんなのが整備されてない。まあまあそうですね。それを今から整備するための、交渉するための視察で行ったわけですよ。あ、なるほどね。そう、だから相手はすごい偉い人ですよ、うちの会社が接待で行ってるから。もうトイレに行きたいって言えなくって、朝9時から夜の5時まで我慢して、それ限界がやってこなかったんですね。いや、限界っていうか、もうなんか他のことを考えたりとか、いろいろして。ああ、でも他のことを考えてごまかせるって言ったのがすごい良かったよね。でもね、あとあれだと思う、もうほら、そんな長い時間我慢すると、ほら、登山だからさ、一応こう汗とかもかいてるじゃん。あ、じゃあ小春さんの体の、表皮からこうね、毛穴から出てたわけですよね。もう違う、ほら、だからそれ以上はたまらないってこと。ああ、なるほどね。そう、高校野にはならなかった。まあでも僕に言わせてもらえばですよ、小原さん、山を登るっていうことはですね、もう自然にもう身を任せるわけですから。もう山に入ったからにはもう自然のしきたりに従っていただいてですね。いやこれはもうこう、開放的なね、自然に返す気持ちで。だからね、男の人たちはもうちょこちょこいなくなってはトイレ行き、いなくなってはトイレ行きってた。まあまあね、まあ男性の場合はまあ楽ですからね。そう、やだ、我慢した。まあでもですね、本当にこれ、もう男性の方
まあちょっと経験あるかもしれないですけども、はい、これ山登りとかの時本当に気をつけてほしいんですけど、僕一度経験があったんですけど、はいはい、山登りで、まあ、どうしてもこうそういうことをしなきゃならない時ありますよね。まあ、大きい小さい方で言えば小さい方なんですけど、ああ小さい方ね、はい、もう本当に気をつけてほしいんですけども、まあ、男性の方経験ある方もいらっしゃると思いますけども、斜面下り坂に向かってした方がいいですね。なんでですね、僕一度ですね、あまりにもちょっと我慢ができなくて、はい、したことがあったんですけども、はい、その時ですね、山のこう斜面を上にこう見上げるような感じの位置でしたことがあるんですよ、はいはいはい、その時ですね、まあ放出したものがですね、はい、川となってですね、はい、下ってくるわけですよね。めちゃめちゃ焦りました私。本当に恥ずかしいんですけど、かなり足を開いてですね、避けたんだ、肩幅の倍ぐらいの足を開いてですね、私の足を凱旋門のようにしてこう川を向こう側に流したことが、まあ、ありましたけども、まあ、非常に汚い話なのでまあ、次の投稿メール平らなところですればいいんじゃない。山だったんで、うん、山だったんで、はあ、もう下りに向かってね、その時はしてくださいぜひ、はい、はい、さあさあ次の投稿メールご紹介します。まあ山は、山には魔物が潜んでるから気をつけてください。ダメだよ、そうですね、山を舐めるな、ダメ、ね、はい、さあそれではこちらの投稿いきましょう。投稿ネーム、はい、シナモンさんからいただきました。女子セカンドウェフィルターの方からいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、小田さん、ラビーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつもアーカイブで楽しく聞かせていただいています。さて投稿テーマのゴールデンウィークですが、ゴールデンウィークの思い出といえば6年ほど前、ユニバーサルホニャララジャパンで、アルバイトをしていました。すごい、私行ったかも。じゃあね、でスパイダーマンザ・ホニャが、はい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 、オープンした年だったので、待ち時間が300分、とか、親子連れが、遠い目をしてベンチで脱力していたのを思い出します。皆さんテーマパークに行くときは体調万全に整えて、そうですね、トイレもね、水分補給もしっかりしてくださいね、ちなみに今年は仕事です、ぐすんってことね。あら、なるほどね。あ、かわいそう。これシナモンさんは何のバイトだったんですかね。ねえ、まさかスパイダーマンの中じゃないですよね。違うでしょ。違うね、多分なんかこう接客をしてたんですかね。うん、これちょっとなんかすごい気になりますね。ね、すごいね。あのね、はい、そこなんとかジャパンもね。なんとかジャパンね。はい、なんとかジャパンはね、うん、めっちゃ混むんだよゴールデンウィーク。あそこほら、うん、街の真ん中にあるでしょ。はい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 。だからもう本当普通、例えばそのディズニーとかだったら、うん、まあ、端っこの方にあるから、うん、もう夜遅くなるとだん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 人が減っていくんですよやっぱり。あ、帰りがあるからね。そう、はいはい、私たちみたいな周辺のホテルに泊まる人たちはのんびり残ってたりとか、食事をしたりする途中に残るんだけど、はい、ね、そこなんとかジャパンはね、ほんと街の真ん中にあるからね、もうなかなか人も帰らないし、大変よね。夜だけ遊びに行こうなんて言ってももうほらファストパスみたいなのも全部もう終わっちゃってて、はいはい、あそこはすごい。僕ね、実はなんとかジャパンまだ行ったことがないんですよ。行ったことないんですよ。だからなんとかジャパン行きたいんですけどね。うん、なんとかジャパンの、あれ、ロサンゼルスにも行ったんですよ私。なんとかジャパン、あ、なんとかジャパンじゃねえよ。ジャパンじゃなくないもん。ジャパンじゃないよね。なんちゃらかんちゃら。そうそう。ロス。ロスの。ロス。行ったんですよ。同じだよ。あ、同じなの？同じ、あ、私がそのロスに行ったのと日本でその、その再現されたものは同じ、それから新しいものはまた違うし、ロスも新しくなってるのかもしれないけど、もうバックドラフトと全く一緒。バックドラフトね、ああはい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 、そうそう、行きたいな。すごい、もう入ってたらその日雨が降ってたんですけど、はい、ちょっと濡れてたんですけど、はい、もうバックドラフトを出る頃には綺麗に乾いてますから。これがキーワード。おー、なんかこう今ちょっと出てるんですけど、大阪の方もいらっしゃるみたいで、はい、ロスの方行きましたってキャロルが言ってるし、あと私はマイアミの方に行きましたってヒナさんが書いてる。みんな行ってるんだ。みんな行ってますね。何、ちょっと行ってない俺は何なの。ラビー行ったことある？日本のやつしかないです。え、行ったことあるの？日本のやつ3回行きました。てへ、なんかちょっと気に入らねえな。てへ。あのね、行く機会があっ
なんとなくないんですよね、あっち。ああ、私大学が関西だったんで。あ、そっか。行ったんですよ、それで。え、どこにいたっけ。京都の大学にいたので。あ、あれ大阪にあるじゃないですか。ちょっと待って。なになに。もう社会人になるとラビーが大学生の時にどこに住んでたか忘れてしまう俺がいるんだ。頼むよ。いるだろうな。びっくりだよ、それは。そうだ、京都だ。京都にいました、私。そうでした。そうでした。そうなんで行きやすいよね。そう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 。あー、ロスと大阪行きました。みんな行ってんな、うん、海外はすごいな。へえー、なんかちょっとシャフだから行ってみよう。まず日本からだよ。まず日本からですね。うん、ね。はい。ぜひなんとかジャパンに行ってみたいと思います。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。シナモンさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、こちらの投稿、ちょっと時間の方があまりなくなってきたので、はい、駆け足でいきたいと思います。はい。それではこちら行きましょう。投稿ネーム、コロコロコロゾーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。この方、どっちに書いていいかわからないと言っているので、はい、両方読みたいと思います。はい、コロコロコロゾーさんこと秋田さん、男子セカンドライフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。 SLTV さんの毎回のご活躍いつも楽しみに見ています。ありがとうございます。この前メガリスに伺った時、中国製のブリキのロボットと遊びました。かっけえ。あ、はいはいはい。かけっこして、負けてしまいました。次は絶対に勝とうと思います。あ、まあブリキじゃなくて、これはあのチタニウムのロボットですね。タケル君のことですね。はい。はい。さて、今日のお題、ゴールデンウィークですが、僕の記憶が確かならば、まだ小学校低学年の頃、家族で三重県の、これは鳥羽っていうあるんですか。鳥羽っていうところありますか、三重県に。鳥羽の羽と書いて鳥羽。旅行へ行った時のことです。はいはい。なぜ鳥羽へ行ったか、それは親があるテレビ番組を見た時、鳥羽の水族館にシードラゴンという白と黒との模様をした珍しい、タツノオトシゴが見れるということで、鳥羽へ行ったんです。はあ、なるほどね。家族で旅行、めったに行かないのでとても楽しみでいたのですが、行ってみたら行ってみたら、シードラゴンお亡くなりになっておられました。小さな水槽の中には動かないシードラゴンが鎮座しておられました。かっこお亡くなりになられた後、しばらく展示していたと思います。あ、これはご遺体をっていうことですか。それもどうかと思うんだけど。まあいいや。幼い記憶ですが、今でも衝撃的に覚えているゴールデンウィークの思い出でした。なるほどね。そんな秋田さんに銀のマンカップ、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これはあれですね、強烈な思い出ですよね。ショッキングですな。亡くなってしまったシードラゴンをやっぱり水槽の中から出してしまうと、シードラゴンを見に来た方たちがこうブーブーブーたれるから、この水族館の方も、まあ見に来たのか、見れればいいんじゃねえのとか言って置いたんですかね。かわいそうですね、これね。かわいそう。水族館とか動物園とか、こう変わった動物とかがいるところは、もうバンバンですよね、この時期は。うん、ね、そうだね。私、あそこに行ってみたい。どこですか。ね、うん、シャチを見たことがないんですよ。ああ、はい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 。あ、鴨川シーワールドだっけ。ああ、シャチがいるんですよね。シャチの、なんか、腸がありますよね。そう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 。シャチってでっかいよね。シャチでっか。でもシャチが好きなの、私は。ん？なんか、シャチが可愛いと思う。シャチ可愛い。可愛い、可愛い。シャチは可愛いよね。そう、うん、シャチは可愛い。だから、うん、そう、シャチってどう猛なんだけど、私には可愛いと思うの。あの、ほら、うんうん、フィリーウィーとか見て。ああ、映画でね。ね、そう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 。はいはいはい、だから、シャチは、まあ見た目かっこいいですよね。見て、うん、そうそうそう。いい、私でも、シャチってさ、背中にさ、なんかあるでしょ。何が？ピーンって立ってるやつ。背中にピンとヒレ？ヒレ、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 はい、背びれ？あれってさ、いつも寝てんだよ。知ってた？何、立ってんだと思ってた。ごめんごめん、何言ってん、どういうこと？背中にピューンってついてるやつが、はい、ほら、大体の絵になってるやつはそこがピューンって立ってる。あー、はい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 。だけど、本物のシャチってあそこがヒューンって寝てんの。あ、ふにゃってなってるんですか。そう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 。だからね、めっちゃ最初その映像でシャチを、本物を見た時にがっかりした。あー、それはちょっと
しっかりしろよって感じですね。そうそう、折りたたんでるの、ビローンって。でもまあ、空気に触れてるところはあれなんじゃないですか。折りたたんでるの？あれはウィリーだけですって書いてある。あれあれ大丈夫ちょっとこれさ。ちょっと…だってシャチってビヨーンって寝てるよね、二つ。いや、俺わかんない。あ、知らない。知らない。大概立ってるんだって。もうね、小春さんね、ガセネタをこのラインで言うのやめてもらえませんか。みんなそうなんだって言うでしょ。でもウィリーって有名な映画でも2まであったんだからさ、うん、あれだってすごいことじゃん。小春さんがふにゃっとしてるのを見たのは映画なの。映画と映像でもなんかで見たときに、いや、なんで立ってないんだと思ったの。ちょっとあのさ、小春さん実際見に行ってどうだったのよ。なんか見てないから見たいの、本物を。まるで見たように言うなよ、なんか。だからさっき見に行きたいって言ったじゃん。そういうことまた真実 2% って言われたじゃん。ほんと 2% のものですからね、うん。さあ、というわけで、さあ、というわけでなんだ、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。あきらさんには銀のマグカップをプレゼントしたい。ちょっとすごいシュールな感じの投稿だったのでね、はい、よかったと思います。というわけで、冒頭でご紹介しました、ピノは昔は三角だったという話といいですね。シャチの背びれはいつもふにゃっと寝てるんだよっていう話といいですね。小春さんの方からいろいろ、いろんなこう不適格な言葉がですね、いろいろ発せられたこと、本当にお詫び申し上げます。お詫び申し上げます。まあ、笑いながら言ってんで大したことないと思いますよ、ね。というわけで、竹下投稿なんですが、皆様方の投稿ありがとうございました。また来週もお願いします。ということで、以上、竹下投稿なんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは行きましょう。続きまして、次のコーナーはこちらのコーナーでございます。それでは、こちら、ドン。本日のラッキーシートさあ、というわけで本日のラッキーシートでございます。本日この会場にいらっしゃってるお客様の中からたった一人の方に、プレゼントを差し上げたいと思います。はい、私が番組前にカメラ割りをしております。ある座席が一つだけこの中にあります。その座席に座ってたあなたに素敵なプレゼントがオフィシャルスポンサーさんから届きます。もしその席に誰も座ってなかったら皆さん急いでそこに座ってください。最初に座ったあなたにプレゼントがいきます。はい、そしてカメラを回した時にそこに誰かが座っていた時でもその方がもし寝ていた場合、うん、権利はその周辺にいる方に移りますので、はい、カメラの方が向いて、自分だと思ったらすぐにチャットで起きてますとかね、はい、ありがとうございますとかね、うん、楽しかったですとかね、うん、そういう小春さん嘘ばっかり言わないでくださいとかね、そういうログを打ってもらわないといけません。よろしくお願いいたします。スタッフに当たった場合はふざけるなという形 です、ね、違う方に、プレゼントしたいと思います。よろしくお願いします。はい、さあ、というわけでそれでは本日のラッキーシートは一体どなたなのか、はい、それではドラムロールの方は、それでは舞子さんにお願いしたいなと舞子さん、実はですね、私たちの回線の横の方でですね、はい、私たちに指示をこうね飛ばしたりとかいろいろしてます。舞子さん、はい、舞子さん、はい、舞子さん、お仕事中すいませんね、舞子さん。舞子さん、ちょっとこの3人でドラムロールするのもどうかなと思ったんで、はい、ちょっと今、はい、横でアシスタントのさらに横でお仕事をしてくれてる舞子さんを呼び出してしまいました。はい、びっくりしました。はい、そうですね。さあ、それでは、はい、舞子さん、ドラムロールの方よろしくお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、わ、はい、かりました。はい、せっかくですが舞子さん出演する番組の方のご紹介を。木曜日23時からマティーニな夜に、はい、小春と私が MC をやっております。はい、よろしくお願いします。さあ、それでは舞子さんからドラムロールでございます。それでは3、2、1、どうぞ。ルル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 ポン。本日のラッキーシートこの方でございます。ポチ、誰だ。座ってます。座ってますね。
座ります。ただ私反映されてないんで。和服の女子が座ってますよ。和服じゃないかな、和服かな。俺から見た人一瞬和服、こちらだ。和服ですね、こちらは、はい、フィルスさん、なんて呼びするんでしたっけ。フィルスさん違うよでしょ。え、読み方そうだったっけ。そう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 。ちょっと今顔を上げますからね、ちょっと待ってね。フィルスさんと呼びするんでしたよね、確か。あ、フィレスさん、ごめんなさい、フィレスさん。フィレスさんじゃなかったです。フィレスさんですよね。そうそうそう、フィレスさん。あ、ちょっとカメラちょっと文字を上げて顔を押すと、よいしょ。ポチ、ちょっと待ってね、待てよ、よいしょ。よ、はい、こちらの可愛い女子です。フィレスさん、あなたが本日のラッキーシュート、おめでとうございます。ウェイ、ありがとうございます。ありがとうございます。もうフィレスさん起きてますからね、ログってくれましたから大丈夫です。さあ本日のお名前まで聞いてしまいまして、本日のプレゼントなんですけど、はい、はい、本日のプレゼントの方はでございますね。はい、こちらです。うん、じゃん。今日のプレゼントはグラス部から送られます。お、ちょっと待ってください、今、はい、モニターにそっちに行きますね、カメラがね。はい、はい、あ、来ました。はい、こちら先日ですよね、グラス部、はい、発売になったものですね。こちらの方をプレゼントされますので、ね、おめでとうございます。おめでとうございます。ご本人に届くと思います。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本日のプレゼントはグラスプさんの方から、あ、プレゼントが届きます。グラスプから、はい、オープンジップフーディーをプレゼントね。はい、はい、間違ってませんよ。間違ってません。ということで、フィレスさんに今日はグラスプからプレゼントということで、フィレスさんおめでとうございます。フィレスさん最近あのよく番組の方に、本当、ね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。きっとまたいいことがありますから足しげく通ってください。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。というわけで、本日のラッキーシート、でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。当選者はフィレスさんでした。あっ、さあ、というわけでですね、この竹下ジェットシティなんですけども、こちら観覧席の方に遊びに来られるとそのような特典もございます。はい、ぜひですね、こちらの方に遊びに来てください。さあ、そしてですね、私毎回毎回言い忘れるんですけども、ぜひ皆さん、セカンドライフ TV のグループの方に入っていただきたい。あ、そうですね。そう、いろんな情報がですね、グループインフォの方で流れますので、はい、で、ここ最近はいろいろこうちょっとこう突然こう何かいろんなことがあったりとかしますので、ぜひグループの方に入ってほしいなと思います。はい、でですね、今ここの会場にいらっしゃる方でグループ入ってない方、ぜひ、皆様方から見て、左手の方に大きいグループジョインの看板があると思います、間違ってなければ。はい、ぜひそこからですね、セカンドライフ TV のグループに入ってみてください。よろしくお願いします。はい、入ったよという方は入ったよと、ログの方で叫んでくれれば OK だと思います。はい、というわけで、本日のラッキーシートでした。そしてグループジョインの方よろしくお願いしますね。はい、というわけで、さあ、それでは次のコーナーに行ってみましょう。次のコーナーはこちらのコーナーでございます。こちらドーン、次のコーナーこちら、竹下ヘッドライン。あ、溜めてみたよ、溜めてみた、食べてみました。さあ、竹下ジェットシティというバラエティ番組の中で唯一真面目なコーナー、この竹下ヘッドライン。はい、でも今日初めて気がついたんですが、このコーナーのパーソナリティである滝川キャロセさん、前説の時からあそこに座ってるらしいです。ちょっとびっくりしました。いや、私なんかずっとしてましたよ。マジですか。そう、あの名前がチラチラ見えるんですよ。僕ね、今日びっくりしたんですよ。もう、前説から座ってんのと思って。そうなんだ。そうそう、この時間ぐらいですよ。フォアリズムもやってますから、すごいですね。さあ、というわけで、滝川キャロステルさん、キャロステルさん、キャロステルさん。滝川キャロステルです。あんた、マイクミュートだったね、今。滝川さん、わー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 、言ってください。わー、わー、わー。わー。わー。あ、OK ですね。
さあ、というわけでカメラの方を滝川さんの方に向けてみたいと思います。滝川キャロスターさん、この方でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝川さん、ゴールデンウィークの予定はないですね。まあ、さらりとね、ないですね。なんかでも、私みたいにさ、ないっていうのをこう遠回りに言うよりか、ちょっと潔いね。潔いですよね。潔い。ぐじ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 なんか言うよりも、こうなんかないですね。そうだね。みたいなね。はい。さあ、というわけで、はい、今日はどんなニュースなんでしょうか。楽しみでございます。さあ、それでは滝川キャロスルさん、ニュースの方よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。最初のニュースです。竹取物語の主人公、かぐや姫は死者に迎えられて月へ向かったのではなく富士山に登った。各地のかぐや姫伝説の中で静岡県富士市ではかぐや姫が富士山に登る物語が伝わっています。かぐや姫が富士山に登る物語が伝わっていますが、その根拠となる文書が地元で見つかりました。この文書は、同市今泉の日吉浅間神社の蔵に保存されていた富士山大縁起というもので、全国で妃探しをしていた桓武天皇の使者が姫と対面し、妃候補に勝手に決めてしまったことを姫は望まず、世の中と隔絶し、富士山の洞窟に入ることを老夫婦に告げ、かぐや姫は浅間大菩薩という神になったと記されています。当時の富士山は深い信仰の対象で、富士市立博物館の学芸員は、かぐや姫が富士山に登る物語は金沢文庫の資料にあるが、伝説の元になる文献が地元で確認されたこと意味は大きいと話しています。まあまあ、なぜ滝川さんがこのニュースを選んだのかね。かぐや姫好きなの？好きなんですよ。僕今聞いてて、あ、そうなんだ、的な感じで。滝川さん？はい。これ、なんか、このニュースが気になったんですか？はい、ジャック・バウアーが良かったんですが、ジャック・バウアーはニュースにならなかったんです。ああ、なるほど。何の話をしてるんですか？いきなり何の話をしてるんですか？ジャック・バウアーがどうしたんですか？24シリーズ終了だそうで、はい、まだそっちの方がマシだったかもしれない。なんだろう。24シリーズ終了だと。終了だそうで。終了なんだ。最後、第何話までだったんですか？24話×8 ですね。24話×8。 今滝川さん的には、お前そんなことも知らねえのかと。すいません。それぐらいの感じでしたよね。なるほど、8までだったんだ。まあね、24シリーズが終了ということなんですけど、まあ、1話として見たことない僕としてはもう残念ですね。私もです。大丈夫大丈夫、 GVG 出てるから。 GVG ですか？ GVG が出てるんですね。でもなんか面白いんですよね、多分ね。面白いよ。面白いですよね。だってあの、舞子さんは、24の音楽を着メロにしてるって言ってたもん。舞子さん、だからあのこうセカンドライフの中でもいっぱいこう銃撃ったりとかね。そう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 、もう戦うつもりっていうか、もう、そうですよね、常にオンモード。はいはい、なるほどね。滝川さん、まあこのかぐや姫の話ですか、こちらについてこう、どういうこう、なんか印象がありますか？かぐや姫は幸せだったと思います。なんか全然何言ってるか葉っぱわかんないな。さあ、それではもう次のニュースにね、期待しましょうか。はい、さあ、それでは、次のニュースでございます。それでは、滝川さん、よろしくお願いいたします。続いてのニュースです。はい、はい、東京都葛飾区亀有の商店街に設置されている漫画、こちら葛飾区亀有公園前派出所の主人公、両津勘吉こと両さんの銅像が破壊されていることが分かりました。壊されたのは亀有中央商店街にある通称サンバ両さんの銅像で、両手にマラカスを持っていましたが、左手のマラカス部分が根元から折られていたということです。
この銅像は先月13日に設置されたばかりだったということです。なおこの事件で21日夜に23歳の会社員男性が警視庁亀有署に出頭していたことも分かりました。男性は17日未明、友人と酒を飲み酔った勢いで像を揺さぶり折ってしまったと話しており、ニュースを見てびっくりして出頭を決めたということです。折ったマラカスは帰宅途中に捨てたと供述しており、同署は22日からマラカスの捜索をしていますが発見できていないということです。当初は男性の供述の裏付けを進め、器物損壊容疑で書類送検する方針だということです。まあこのマラカスが多分ね、あの事件の鍵になると思うんですけども、うん、はい、まだ見つかってないということで、非常に重大な事件ですね、はい、これはね。小原さん、興味のない時にこう喋らなくなるのやめてもらえませんか、小原さん。やめてもらわないですかね。ケイさんがバカだなって書いてんのがもうおかしくて、まあ、すいません。まあね、はい、まあ出頭なんでなんで出頭、やっぱでもマラカスは細かったから折れやすかったのかな。酔っ払った時はですね、ちょっとこう力加減が分かんなくなるんですよ。そう、それ何かに頼りたくなるんですよ、酔っ払ったらこう。何かに頼りたくなるっていうか、ふざけたりとかするんですよね。ああ、なんでお前マラカスなんか持って俺に貸せよとか言ってこうふざけてこう酔っ払ってこう、俺に貸せよ。ガーってやって、なんでお前はずいぶん強情だなとか言ってボリッとかやっちゃうんですね。ずいぶん高知…っていうか、本当にさっきのニュースの時はそこまで想像しなかったけど、うん、もう松さんの小芝居でめっちゃ今楽しくなった。まあまあまあ、さすがに僕あのさっきあの、なんでしたっけ、かぐや姫でしたっけ。はい、まあまあ、なんて言うんでしょうね、全然興味がなかったんで、ちょっと膨らましようがなかった、ね、まあまあ、あれは伝説だから。まあそうですね、そう、うん、伝説は大事。そうですね、うん、でもこれマルカスをこう折ったっていう話なんですけど、なんでリョウさんマルカス持ってたんですかね。やっぱ確かにマルカスは大事な一品だった。あれコチカメとかであれですかね、マルカス持ってるんですかね。これはもうあんま持ってないよね、キャロスルさんが、うん、ああキャロスルさん、はい、専門なんで。なんでリョウさんはマルカスを持ってたんですか。こちらはサンバリョウさんと呼ばれているもので、葛飾区の地域振興と称して11体ほどのリョウさんを作りました。サンバ、へぇ、サンバね。あー、はい、はぁはぁはぁ、ピーピーポーポー、ピーピーピーポーポーですね。そうです。おー、サンバか。サンバのリズムですよ。うん、へぇ、あ、そういうことなのか。だから持ってたわけですね、マラカス。うん、僕もマラカスでは非常に苦い思い出がありますので、カラオケボックスでみんなでこうね、こうワイワイやってた時に、はい、マラカスとかレンタルで借りれるじゃないですか。うん、うん、僕ね、マラカスとかタンバリンめちゃめちゃ得意なんですよ。僕はドラム叩いてパーカッションもやってたんで、はい、そういうのはつきものなんでやってたんです、はい、調子こいて。で、まあ非常に盛り上がった時ですよ。はいはい、もう忘れもしません。ちょっと前だったんで、当時チャギアンドアスカのヤーヤーヤーが流行った時があったんですけど、うんうん、で、あの時に歌ってる最中にですね、もう、まあやっぱりサビのところでヤーヤーヤーってこう歌う時にこう、手をこう、かざすじゃないですか、上に向かって。はいはい、はいはいはい、その時にですね、私ちょっと背が高いもんで、その時におまけにソファーの上に上がってたんですよ、盛り上がってみんなで。おお、はい、そしたらですね、ヤーってこう手を上げた瞬間にですね、はい、天井に手がぶつかりまして、持ってたマラカスがバリーンと割れたんですよ。で、中から変な小豆みたいな、なんかわかんない、なんか黒いなんか粒胡椒のでかいみたいなやつがバラバラと降ってきて、で、やばいやばいって言ってみんなでそれを集めてソファーの下に隠して、カウンターのとこに帰るときにマラカスを1個だけ渡して走って逃げたのを覚えてますね。まあ、もう時効ですから。はい、はい、というか、まあそんな許しますよ、マラカス。許しますよ。でも、その時はみんな酔っ払ってたんで、10人ぐらいで夜の街をみんなで逃げろって走って逃げましたよ。あの時はある意味僕の最後の青春だったかもしれませんね。さあ、というわけで、はい、ここまで引っ張りましたよ。いかがだったでしょうか、滝川キャロスさん。はい、それでは次のニュースよろしくお願いします。よろしくお願いします。
あとさん、おいたはダメですよ。続いてのニュースです。何言ってんだよ、あの、かぐや姫で失敗したくせに。さあ、どうぞ。動物園で一番餌代の高い動物をご存知でしょうか。何だろう。東山動物園では現在8頭のコアラを飼育展示していますが、コアラの年間の餌代は約8,400万円。はっ、1000万円超の餌代がかかっているということです。え、なんて1年間で。はい。すっげー。どうぞ続けてください。こちら、コアラのような小さい生き物の餌代がなぜそんなに高くなるのか。東山動物園の副園長、橋川さんによると、飼料はユーカリですが、新鮮でなくては食べない上、好き嫌いが結構あり、しかもユーカリは餌として売っていないため、コアラのためだけに契約栽培してもらわざるを得ず、また台風などで収穫ができないと困るため、栽培地の分散も必要。結果、約40種類のユーカリを5箇所で栽培しているという特殊な事情があるということです。なお、2番目に高い動物はゾウで、1日1万円を少し超えるくらいで年間約400万円。飼育差がメインですが、量が圧倒的で1日に5、60キロほど食べるということです。でも、安いね、まだゾウね。まだキャロル喋ってますよ。あ、すいません。コアラさん、まだ終わってませんからね。すいません、ごめんなさい、キャロルさん、どうぞお願いします。キャロステルです。あ、キャロステルさんね。そうそうそう、キャロステルさん、まだ喋ってますからね。そう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 。そして、ゾウに次ぐのがインドサイで、1日3000円ほど、うん、コアラを除くと餌代は量に比例するということです、うん、逆に一番安い動物はメダカを除くと、東山動物園で飼育している動物ではオオサンショウウオということです。彼らは1週間に1度しか餌を食べない高校もののため、1日あたりに換算すると約 2.5 円ということです。おー、すごい。めちゃめちゃ、え、ここ、うん、まだ続きありますか。大丈夫です。以上ですか。はい。あ、なるほど。コアラってそんなにお金かかるんだ。ねえ、すごい。ちょっとそれはもうどう、微妙よね。あの、お金かかりすぎ、うん、かかりすぎだよね。でもさ、うん、コアラってさ、結局その日本に住んでなかった動物を、まあ、海外から持ってきてるから、それ仕方がないよね。それでお金がかかっちゃうのはね、まあ、案外でもあれなんじゃないの、コアラとかになんか違うの、干し草とかあれで食べるんじゃないの、案外。いや、デリケートなの、腹壊すんだって。いや、俺らだってたまにさ、なんか壊すけど、なんかこう慣れもあるかもしれない。あ、ちょっとずつ混ぜればいいんじゃない。あ、なるほどなるほど。そう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 、ね、最初はさ、98対2とかの場合でさ、どんどん多くしていくとかね。そうそうそう、それいいかもしれない。あとほら、味変えてみるとかね。味？うん、だからいつも味噌味だったらダメだから、たまにはカレー味とか。ああ。そういう感じで変えてみたら、案外、いけんじゃねえとかって言うかもしれないですよ。ただあの、僕すごいさっきのニュースで気になったのが、あのオオサンショウウオの話をするときに、うん、あの最も安いっていうときにメダカを除いてっていうふうに言ってましたよね。うん、はいはいはい。まあまあまあ、メダカも立派なね、動物園の仲間なわけですけども、はいはい、まあ、多分メダカはお金かかんないんだよ。かかるでしょう、やっぱり。でまだコケ食べてるんじゃないの。そう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 、ね、その辺にあるものを食べてるから。そうそうそう、ただなんだよ。じゃあほとんど買ってないよね。だから入れてるだけ。うん、水槽の中に。なるほどね。でもまあまあ、オオサンショウウオはそんなに、まあ、消費しないんですね。1日 2.5 円にしましたね。ねえ、偉い。ちなみにあの小春さんは1日おいくらですか、はいはい、今、はい、1000円くらいじゃない。1000円、内訳は。内訳は、はい、あの普通に1000円くらいかなと。あ、1回の買い物が3000円くらいで、2回くらいしか行くから。ああ、最近野菜が高いのよ。野菜高いですね。だからね、私絶対エンゲル係数上がってると思う。あ、ほんと。野菜食べるダイエットしてるからさ。ああ、キャベツとかがなんか400円超えてるとか。もうね、普通にね、他弁で弁当買った方が安いよ。いや、ほんとね、そうだと思うわ。キャベツ買うより、とんかつ屋さんとかね、キャベツおかわり自由なんてもう無理でしょ。言ってられない。言ってられない。肉の方が
肉の方が高い。そうそう、だからあのこれを番組を見てる方でとんかつ屋に行ってね、おかわり自由だったらとん、うん、あのそのキャベツの千切りがあのおかわり自由になってなかったからって文句を言わないようにしてくださいね。言わない。そうそうそう、あの一玉本当に400円とか500円とかするらしいので。でもさ、とんかつ屋さんのキャベツって美味しいよね、うん、美味しいんですよ、ね、だからもう分かる。まあ野菜高いですけども、はい、まあこんな時はそうね、かいわれ大根を食べて。しょぼいですね、すいません。かいわれ大根がいくらするかもしれないと言ってみましたね。はい、かいわれ大根、かいわれ、かいわれってあれだよね、すぐなるから誰でも育てられる。あ、育て、自分で育てて自家栽培をして。そうか、それがいいですよ。それいいね、家庭菜園。あともやしとか作れる、ね、もやしとかね、もやしってね、もやしってこれまたほら 2% って言われるかもしれないけど、うん、あの真実 2% って言われるかもしれないけど、はい、あのね、うん、昔聞いたけど、うん、もやしって残農薬率が一番高いんだよ。あ、農薬が残ってる。そうなの。そうそうそう、だからあんまり健康に良くないらしいよ、もやし安いけど、うん、でもね、でもこれであの風評被害でもやし業者の人が何か言ったら風評被害だろ。風評被害、何その口笛みたいなやつ。言ってるでしょ。だからそれで傷ついちゃいけないから、うん、これはガサネタかもしれないけど、私はそういうふうに聞いた。へぇ、まあね、風評被害だの、ガサネタだのね、ガセタって言ったの。ガセネタ、ガサネタって。まあね、あの、キャバスケさん以上ですか。以上です。あ、大変、はい、すみません、くだらない3人の話に付き合わせて。本当に申し訳ありません。本当にキャロスさんから何か一言ありませんか。あとは自分がないってやりたかったんですが、はいはいはい、内容的に、はい、あんまり充実していなかったので。あ、なるほど。かぐや姫にしてみまして大失敗しました。さっきのはジャック・バウアーの、ジャック・バウアーまでですか。ちょっと失敗しました。もう一回やってもらっていいですか。はい、時間がない、時間がいない。しかもいない。はい、ということで、竹下ヘッドライン、滝川キャロスさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。時間がいない、時間がいないじゃない、時間がいない、時間がないで。まあ、ちなみにああやってこうセットがひっくり返ってもあそこに座ってるわけですから。あ、そうです、ずっとあそこにいらっしゃいます、ね。はい、裏側に、キャロスルマニアの方はカメラを回してじっと見てあげてくださいね。はい、さあ、それでは次のコーナー行きましょう。ラストかな。はい、それではこちらのコーナーです。それでは行きましょう。こちらドン、オフィシャルスポンサーインフォメーションボリューム2。さあ行きましょう。オフィシャルスポンサーボリューム2です。それではこちらのブランドからのお知らせ。それではこちら3、2、1、どうぞ。アズールからのお知らせです。さあ、アズールからのお知らせよろしく。はい、アズールから日本時間で4月24日に発売になる新作のご案内です。発売になるのね。はい、今回は前回ご紹介しましたリア・コーデリアの姉妹ヘッドレスになります。シェイクスピアの有名な悲劇リア王のストーリーから3姉妹をイメージしてリリースしていきます。このシリーズ前作のコーデリアに引き続き、今回は2番目のお姉さんリーガンをイメージしたドレスになっています。全体がレースという豪華な素材を使い、深いスリットが入ったストレートタイプのドレスです。全体のデザインはシンプルながら裾の広がり、両肩についた、はい、あ、ごめんなさい、袖の広がり、両肩についたラッフルに加え、はい、スリットを入れたためにスカート全部にも華やかな流れができるようにデザインされ、妖艶な中にもあでやかさのあるアズールらしいデザインになりました。はい、色なんですけれど全部で6色になります。アメジスト、コーラル、ガーネット、ジェイド、ノワール、ペリドットが用意されており、本日はその中のノワールという色になるんですけども、チャコさんにお召しいただいております。ほう、じゃあ、はい、チャコさんの方を写してみましょう。それではこちら、ドン。あ、間違えた、こっちだったな。はい、こちらですね。
あ、なんか変わった感じの、先ほどのテロップの色とはまたちょっと違うシックな感じで、はい、こちらの色がノワールということですね、うん、うんうん、はい、へぇ、スリットがちょっとマトさんのなんすかカメラアングルからはまだ見えてないんですけど、スリットですか、はい、ちょうど前からだとスリットがグイッと入ってます、もう今はもうスリット、はい、スリットにもう今もうスリットアングルです今、はい、スリッターにありがとうございます、はい、ガンガンやってます、はい、今こういう感じで足をね覗かせてらっしゃって、でスリットの前に綺麗にこうお花模様がずっと入ってるんですね、あ、入ってますね、だからすごいゴージャスな感じに見えますね、へー、あ、でも色合いっていうか、これテクスがすごいこう、これ、これ地の色は 何色なんだろう、これなんかちょっとゴールドっぽいような色にも見えちゃったりとか、あ、そう、そうですね、何種類色があるんですか、今、6色で展開になります、6色、うん、はい、これちょっと今、背中までいきますけど、はい、ぐっと背中も開いてますね、ぐっと開いてるんですね、うん、はい、袖の部分もこれいいですね、うん、さあ、まもなく背中の方に到達しようとしています、はいはい、さあ、あ、だんだん来ましたよ、来ましたよ、あ、結構結構開いてますね、はい、あ、これはいい感じでしょ、グッと男性の皆さん、うん、必見です、いいですねこれね、はい、前回もグループギフトじゃなくて、あ、そうだ、グループギフトじゃない、前回のドレスと同じで、前回もこのレース素材、うんうんうん、っていうことだったんですけど、うん、なのでもう本当に今までみたいなこうツヤ感のあるそのドレスのテクスではなくって、うん、もう本当にこう繊細に、うん、あの作られてるのがよくわかるレース素材のこの感じがすごい素晴らしいと思うんですね、いいですね、本当に皆さんあのぜひあの間近で、うん、またねテレビでは伝わらない部分も多いと思うので、うん、見られてあの見るとすごい細かくそのテクスが表現してあるんですね、そうですね、これこう女性の美しさをこう引き立たせるような感じのドレスですよね、はい、そんなこのドレスをなんで男性の僕に送ってくるの、マムちゃんまた来たよ、これは着れるかも、あの、ね、うん、これこそ着れるよ、ねえ、うん、まあ、いやいや、これこその意味は分かんないから、いや今何が意味だ、コートだと思って着てみた、そうロングコート的な、ねえ、あのね、ま、あのアズーのマミさんにちょっと僕あの言いたいんですけども、はいはい、あの毎回番組で私に送ってくるじゃないですか、はい、あのね、ある意味ね、俺アズーのショップ出せるよ品揃えはもうバッチリ、品揃えはバッチリですよ、バッチリです、最新作の全てをフルカラーで全部揃えてますからね、はい、あ、フルカラーっていうのがほんともったいないよね、素晴らしいですね、これなんかなんて言うんだろうな、こう なんて言うんだろう、形的に、はい、なんていうのかな、大人のドレスっていう感じ、うん、そうだよこれは、ね、かっこよくこう、ね、スレッダーラインね、そうで、なんかちょっとこうクールな感じがしますよね、うん、うん、マトさんの若い時の、まあ、ボディコンだよねいや、俺もうボディコン終わってたよ、え、そう終わってた、あ、そうなんだ、え、すみません、小春さんとボディコンとか来たんですか、いや、私はボディコンっていうのは、あの、はい、あれで見た、何、あの、YouTube で、何がYouTube で、あ、こういうの、リアルタイムでしょ、こういうのがボディコンって言うんだって、あ、はい、これいいですね、でもね、こちらが前回のドレスよりはあのお姉さんのお名前をね、取ったり、はい、2番目のお姉さん、3人兄弟ですよね、確かリアオはね、あ、そうかそうか、そういうところに引っ掛けたわけですね、はい、ここに、はい、いいですね、これ、6種類だそうですから、うん、ぜひちょっとテロップの方に戻りますね、はい、ぜひこちらの方ですね、こちらの紫もすごい素敵ですよね、素敵ですよ、これも、もう全然やっぱりこのぐらいその
なんていうんですか、ね、テクスの雰囲気があると、うん、もう色が違うだけで、うん、本当全然あの違うものに感じられません？そうですね、本当に雰囲気が違いますよね。そう、今パッてチョコさんを見た時に、うん、えって本当にまた違うドレスが着た感じで、うん、一つ一つ個性があって、うんうん、あれもなんかすごい渋い感じでいいですね。おー、はい、すごい素敵な色でした。さあ、というわけで新作出ました。はい、6色、全6色だそうです。うん、ぜひ皆さん買ってみてください。はい、そしてこのゴールデンウィーク、このドレスを着て遊んじゃいませんか？遊んじゃいませんか？ちょっといやらしい言い方。はい、ということで、アズーからの情報でした。ありがとうございました。あ、まだまだありますね。もう一点ございます。もう一点ありますね。はい、あ、でもう一点ございます。さあ、こちら、はい、はい、あ、アズールからセールのお知らせです。はい、お、アズール月のワグマも支店を構える、うん、はい、ナルキッソスファッションビレッジで。ナルキッソスじゃなかったっけ？ナルキッソス、ナルキッソスじゃん。あ、ナルキッソス、ナルキッソス、はい、スプリングセールとして出店されている16店舗すべてで、はい、各10アイテムずつ 50% オフ、 50% オフセールでございます。はい、はい、50% の半額ですか？そうです。開催期間は4月の24日から明日からですね。はい、うん、はい、30日までとなっております。はい、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 人気ブランドばかりを集めたナルキッソスのセールは楽しみです。うん、中でもアズール月のワグマは最も人気があるブランドですので、うん、これは見逃せません。はい、こちら あの場所なんですけれども、うん、SLTV 本社前の、うん、こちら番組終了後に設置される看板か、うん、もしくは終了後にアップされるブログの方からでもご確認がいただけますので、うん、そちらからぜひ行ってみてください。 50% オフですからね。はい、半額ですからね。ちょっと半額惜しいよ。美味しいですね。美味しいよ。これはもうぜひ、はい、これは10アイテムということですと、10着まではということですね。はい、うん、あ、もう看板の方は設置されているということでございますので、今番組を見てる方ももうすぐ飛んでいきます。うん、あ、ダメだ、24日からだ。ね、そうですね。いや、もう24日になってますけどね。なってますね。まあ、ただ、SM テーブかな。まあ、なんでもいいけど、番組は終わってからにしていただければ。はい、そうです。え、非常に助かるかなと。はい、よろしくお願いします。はい、今ですね、そこにある看板をタッチして何かを取ると、ウイルスが発生するようになってます。番組が終わってから ね、よろしくお願いします。いやー、50% こちらはもう、はい、これ、24日から SL タイプじゃない。あ、違うんですか？だって SL タイムだったら23日からって書いてあるもん、看板。あ、そうなんだ。 SL タイムですって書いてますよ。あ、失礼いたしました。 SL タイム、はい、24ございます。もういかにこの 2% の女がね。え、見て見て、元さん看板見て見て。何が？看板の一番下にプロモエイプリル23rd to 30th って書いてあるよ。日本時間は25日午後4時以降以降でございます、ね。はい、よろしくお願いします。こちらが正式な情報でございます。はい、小春の話は話 2% で、はい、今読んだ情報は、日本時間25日、午後4時というのは、うちの K さんが情報で流してくれました。ありがとうございます。はい、はい、まあ、K さんと私だったら、ね、K さんを取るべきだと思います。まあまあ、当然じゃないか。実際、いつなんですかね。25日でいいですよね。あ、バトさん、看板は作った。あ、今ですね、情報が入りました。看板を作った江戸さんが間違えたそうですということですね。あ、そこ読まなくてもいいじゃないですか、私読んでないから。いやいやいや、もうね、もう、まあ、江戸さんもそういうこともあるよっていうことですよ。そうですね、はい、はい、お間違いになられてそうでございます。まあ、全部小春が悪いんで。はい、私が、私の責任でございます。そうですね、はい、はい、ということで、以上ですね、はい、以上でございました。以上、アズルから。そして、今日はこれで、はい、あれかな。はい、終わりです。はい、わかりました。以上、アズルからのお知らせ、そして、お知らせスポンサーインフォメーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで、長々やってまいりましたけども、竹下ジェットシティエンディングでございます。本当に長かったね、はい、ごめんなさいね。エンディングです。
さあというわけで皆さんいかがだったでしょうか。竹下ジェットシティエンディングでございます。ゴールデンウィーク前は今日が最後ですね。もう来週ゴールデンウィークですからね。はい、ですね。もう先ほど言った通りもう寒いんで、はい、ゴールデンウィークも寒いかもしれませんけど、まあちょっと週間天気予報とか見てないんで何とも言えませんけど、はい、まあ、そんな寒い、ゴールデンウィーク、セカンドライフの中は寒くないですからね。そうですね。楽しんでいただきたいなと思います。はい、今日様々な情報をご紹介してまいりました、はい、そして、先ほどちらっとお話しましたけども、セカンドライフ TV の、ぜひ、グループの方に入っていただければ嬉しいかな、はい、いろんな情報が流れてますんで、実はあちこちに看板がありまして、その看板をクリックすると、グループの方に入れたりとかしますので、まあ、会場の横でかい看板がバーンとありますからね、はい、こちらの方ですね、入ります。さあ、そしてメディアポットからも確かグループに入れるんですよね。はい、大丈夫です。ですよね、はい、ということでぜひそちらの方に入ってください。ゴールデンウィーク中に何か情報が流れるかもしれません。そして番組前に必ず情報が流れますので、いろんなあの特番とかもそういうのも情報が流れますので、ぜひ入ってみてください。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さあ、そして番組のご紹介でございます。まず直近ではですね、日曜日、実は、このセカンドライフ TV があります、メガリスという島でですね、はい、実はラジオをやってるんですね。日曜日の午後2時から、はい、ピアコのサンデージャックという番組をやってました、はい、そちらの方は日曜日の2時14時から放送してます。こちらの方はですね、はい、SLTV の番組で流れてなくて、この場所に来なければ聞けない、うん、ピアコさんのちょっとほにゃららなほにゃららトークが聞けるんじゃないかな。深夜に行ってもいいようなところ、深夜帯に行ってもいいようなトークが聞けるんじゃないかな。ギリギリですよ、はい、そうですね、まあギリギリアウトっていう感じですねセーフじゃなくてギリギリアウトアウトなんだ。はい、まあ僕の番組これ今もう深夜帯ですから言うと、まあ一場面を前回再現するでしょう。この前あのうちのスタッフのモチョンというのがゲストだったんですけども、 そのモチョンに向かってですね、うちのピアコがですね言った言葉はですね、はい、モチョンさんは優しいけどベッドの上でも優しいんですかってわけのわかんないこと言ってましたこいつ何言ってんだろうと思って聞いたんですけども、まあそんな番組でございますぜひそちらのトークをお楽しみに。そしてですね、最近マディーニャ夜にでも出てきてます、セカンドライフ TV の新キャラクターマスコットで言ってもいいんですけども、はい、たけるくん、はい、たけるくん明日アシスタントでサンデージャックの方に行きますんで、日曜日ですね。そうですね、はい、でですね、私のところにですね今日インしたら IM が何通か来てまして、その IM がですね、はい、僕に対するメッセージではなくてですね、たけるくんと触れ登録をしたいたけるくんと触れ登録がしたいんだけどという IM がですね、僕のところに2社が3通ほど入ってました、はい、まだたけるくん番組の方に正式に出てないんだけども、はい、今現時点で結構盛り上がってますので、ぜひたけるくんと触れ登録をしたいという方、明日ピアコのサンデージャック、はい、こちらの方に来ていただけるか、あとは、こちらのメガネさんルーマンギータというお店に、はい、夜いることがありますので暴れてますから、はいはいはい、ぜひこちらの方に遊びに来てください。ということで、明日はピアコのサンデージャック。さあ、そして火曜日になります。来週火曜日はマトーラン、あ、明後日ですね、明後日日曜日、はい、はい、まあ土曜日になってますけど、明後日日曜日サンデージャックの方に、ぜひ遊びに来てください。あれ、何ですか。あ、どうぞ。マトランダムが9月15日スタートって書いてる。本当だえ、ちょっと待って、何このテロップ、これ僕から持ってきたの。ないね9月15日スタートになってますよ私じゃないよですね、はい、はい、誰がやったのかわかりませんけどマトランでもすでにもう、スタートしてますので間違いないようにいいね、はい、はい、ということで、ピアコがどうやら間違ったらしいです、はい、はい、ね、さあ、というわけで、その次になります。木曜日、小原さん、はい、ご説明してください。毎週木曜日、マティーニな夜に23時です。来週はですね、うん、29日祝日でございますが、祝日にふさわしい、うん、
あのめっちゃ有名なところにあの来週予定行く予定でございます。もううちにもとっても関係の深いところですね。あ、なんとなく分かった気がする。なんでもしよかったらね、皆さんあのそちらの方に現地の方でね、うん、遊びにいらっしゃれたらですね。なるほどね、はい、そちらの方も見てください。うちにも非常に関わりのあるところです、ね、はい、もう何とか行ってますからね。じゃないですか。そうです。あ、なるほどね。はい、もうリニューアルされたってことで、もうリニューアル一発目なんです。リニューアルしたんですね。そうです。あ、これも楽しみですね。はい、はい、ぜひ皆さん行きましょう。はい、はい、というわけで、木曜日でございます。そして来週金曜日も多分あると思います、この竹下ジェットシティ。はい、ゴールデンウィークの予定の方はまた決まりましたので、皆さんに、インフォメーションでご紹介したいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、それでは小原さん、今日いかがだったでしょうか。ちょっとゴールデンウィーク の、はい、あの予定ちょっと見直します。まあ、見直しますというか立てますでしょ。立てます。はい、予定がなかったので。予定がなかったけど、はいはい、立てます。はい、ぜひこう一人旅を。そうです。そう、なんで一人っていうの。いや、だお母さんでしょ。誰か犠牲を探すべき。まあまあね、セカンドライフの中で見つかるかもしれないですけど、リアルライフの中でなかなか難しいと思いますけど。そうだよね。そうそこはね。でもまあ、いいと思いますよ。はい、ありがとうございました。さあ、そして、ラビー、いかがだったでしょうか。私ですね、かぐや姫の話、マトさん全く興味なかったっぽいですけど、はい、私の超地元の話だったんです。てへ。あ、ごめんね、ラビー。申し訳ない。あ、もしかしてすごいいいとこついてきてたんだね。じゃあ、もう、あ、すごいと思って感動してたのに、あー、そういう感じね。はい。あ、なるほど、みたいな。あれ、結局どんな話だったんですか、あれ。え、もう聞いてても全然分からなかったんですよ。え、だから、はい、あの、かぐや姫を月に帰ったっていうのが物語だけど、はい、あの、そう、ある地方では、うん、かぐや姫はあのお嫁さんに行くのが嫌だったから神様になったんですよ。うん、そう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 。お嫁さんになるのが嫌だったから神様になった。そう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 。お嫁さんを望まれたんだけど、うん、俺のところ来いよと、うん、それが嫌だったのね。はいはいはい。だから神様になった。神様になったの。そうそうそう。でも富士山に登ったって書いてるね。うん、え、いや、で、富士山に登って、うん、神様になったの。そう、そういうことと。富士山に登って神様になったんだ。うん、そう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 。なるほどね。もう今ね、もうキャロルちゃんが今泣いて喜んでますからね。そうですね。一番長く引っ張ったニュースはこれですからね。はい。ぜひですね、神様になりたいという方、ぜひこのゴールデンウィーク中に富士山に登ってみてはいかがでしょうか。いいですね、はい、いいですね、素敵ですね。きっと何か素敵なことがあるかもしれません。はい。というわけで、でもこのゴールデンウィーク中にあちこちに遊びに行って、ちょっとリアルを満喫してきてセカンドライフをまた楽しみたいっていうか、はい、こともありですからね。うんうんうん、うんうん。で、セカンドライフの中でも多分イベントとかいろいろあると思いますから、はい、ぜひ楽しんでもらいたいなと思いますけども、うん、うちの祖父はどっか出かけたりとかするんですかね。あ、どうなんですかね。その辺全然聞いてませんでしたね。うん、はい、ということで、とても楽しいゴールデンウィークになってほしいなと思います。はい、ということで今日もどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。さあ、そして本日の放送はユーストリームで放送しました。ユーストリームのコメントの方、チャットの方書いてくれた方本当にありがとうございます。はい、そして、スピーカムの方で聞いてくれた皆さん本当にありがとうございました。そして、ネットラジライブドのネットラジで聞いてくれた皆さんありがとうございました。さあ、そしてツイッターで録音の方出してくれた方皆さんありがとうございました。はい、またぜひ竹下ジェットシティ、見てくださいということで、はい、そして会場にいらした皆さん本当にありがとうございました。ウェイヤー。さあ、というわけで竹下ジェットシティ時間オーバーですが、これにて終了でございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日のお相手私的と、まずはこの方です。小春でした。はい、そしてこの方です。はい、ラビでした。はい、どうもありがとうございました。というわけで皆さん、また来週お会いしましょう。Thank you for voting and see you soon. じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。
Don't stop the music 優しく誘って激しく愛して Dancing the moonlight ハードボイルドな夜を過ごしてみたいだって今宵はあなたの唇にピストルを突きつけて生き金を引き捨てる前に楽しもうよ Ride on スリルを感じて Punching the monkey スパイ気取りなら光ることも火を吹くぜ今宵はあなたのその胸に銃声を響かせて引き金を引くその後に眠りにつく Light onYou're